どうもたまです。今日も一日お疲れ様です。ついに来ましたポピープレイタイムチャプター3ということで、いやめちゃめちゃ怖いんだけど、何この手足長い猫。一応私猫ちゃん動物の中で一番好きだけど大丈夫かなこの感じ。でも私ね、ポピープレイタイムチャプター1チャプター2やってきまして、前回がですね、マミーロングレックスから逃げて列車に乗っておもちゃ工場を出ようとした時に列車が横転しちゃったんだっけな、確か。でそこで気を失って終わったと思うんだけど、そこから続くのかな今回は。あ、書いてありますね、ここに。チャプター3、深い眠り。列車事故の余波もあり、君は新たな目標を見据えながらも、深い闇に取り残されていることに気づいている。何深い闇って、確かにもうすでに暗いけどさ、怖いな、怖くなってきたな。では、ポピープレイタイム見たことあるよ、やったことあるよって方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ということで、早速、レッチゴー。さあ、ということで、やっていきましょう。やばい、ちょっと待って、怖くなってきたんだけど。はい、ニューゲーム。お!ビデオから始まった。今の時間は、プレイタイム!今回、日本語対応してるんだよね。うおー、画面に向かってサッカーボール蹴るな!おー!かわいいキャラクターたちがいっぱいいる。え、かわいい!え?怖くない?これもう。あ、待って、今のこの、あ、怪しい怪しい怪しい。この猫怪しくないか?さっきのタイトル画面に映ってた子じゃない?お?なんかすごいトムとジェリーっぽい映像が。これトムとジェリーではないのか。あ、どうした?みんななんかしょげてる。風は本当に怖い。いや、台風かな?あ!ちょっと眠れないよ。おっと、大丈夫だよ。みんな私が保証する。やがてすべての風が吹き飛ぶ。あ、でもしょぼしょぼしてる。かわいい。みんなしょぼしょぼ。猫ちゃんいなくない?あ、かわいい!驚いてる顔!誰?ここ誰?みんなかわいい!あ、猫ちゃん来た!怖っ!え、怖い!キャットナップ!キャットナップだ!キャットナップ眠りにつくのが、私たちは助けてくれ!めっちゃ喋るな!めっちゃ喋るな!え?息草!息草みたいな。そういうわけではない。やばいやばいやばい!なんか、頭おかしくなってる!この、うわー怖い!このキャットナップの息の臭さでみんな頭おかしくなった。誰もがハギーワギー、何?でも君の子供はプレイタイム社の最新のおもちゃで遊んで安全なのか?ここで君が見ているのはプレイタイム社によるスマイリングなんとか、おもちゃの発売を記念した限定シリーズの漫画。その名前は共有しているものの、しかし主要メンバーが一人加わったことにより、両者とも火花を散らしている。これはキャットナップであり。他の仲間と同じように小さな尻尾を引っ張るだけだと、ほう。まあ全然悪気はないようだが、しかし全国の親たちは子供たちについて報告している。奇妙で暴力的な悪夢を頻繁に見てしまうんだ。え、このキャットナップのせいで?彼らのそばで、彼らの小さな笑顔いっぱいのキャットナップ人形。議論が高まる中、プレイタイム社は次のような発表をした。彼はスマイリングクリッターズシリーズにおける全てのキャップナップのおもちゃを思い出す。早い!彼らの画像は全ての洗礼資料からショックされた。すでにダメージを受けてはいるが、そんな簡単に消えてしまうものだのだる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 。これらの事件は確かな実家家はまだ不明だが、一つだけ明確なことがある。キャットナップは子供たちには安全ではないのだ。ポピープレイタイム、チャプター3。なるほどね。とにかく、キャットナップは悪い。そういうこと。だからもう早くて読み切れなかったけど、つまりは、あのキャットナップのせいで、なんか子供たちに悪影響がね、出てるみたいですね。悪夢見ちゃったりとか、悪夢見ちゃったりとか、悪夢見ちゃったりとかね。はい。で、これなこれ。グラフィック綺麗じゃねっていうかめっちゃ。蓋開けたな。うわあ!は?早速いたぞ!うわあ!私か!虫か!え、今なんか穴落とされたよね?え?この穴から来た?なに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 これ?うわあ!なに?なに?なに?なんか動いてる?え?最初からバーンですか?最初、何?何?何?え?なんでこんな、なんかすごい不穏な感じなの?
ねえ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 、最初から来るパターンですか？ちょっと待って、ここの準備ができてないんですけど。どういうこと、どういうこと、なんか潰されてないか、なんかすごい壁が迫ってる。うん、気失った。なになに、今なになにが起こっているの？ねえ、わかっちゃった。今なんかダメだったっぽいわ。多分これ壁に潰されるまでになんかしなきゃいけないっぽいんだけど、これ上登れそうじゃない？そういうことか、こっちか。はい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 。なんかさっき出てたかな。ん、これ上、あ、なんか掴める。こういうこと？これ合ってる？それで？ふぅ、あー、来た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 、はい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 、オッケー、分かってきたよ。なにこれなにこれなにこれ、最初からなんか急にアスレチックかな、これ。なにこれなにこれなにこれ、うーん、わかんない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 。これどこ行けばいいの、これ。ねえ、また掴む場所があるとか、なんかなんか、ん、これ飛ぶのか。はいはい、落ちました落ちました。もう急に始まるね、ミニゲームが。で、待って。走ったりとかしながら飛ぶのかな、これ。アスレチックですね。ほい。あ、そういうことか。なるほどね。で、次で行こう、次で行こう。オッケーオッケー。ちょっと急に始まったな。うん。これ一応前回の続きからにはなってるのかな。気を失ってから急にアスレチックさせられ。なに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 、何が起こった？あ、これ気失ったな。何があったの、今。もしかして天井に潰されたみたいな、そういうこと？おいしょ。これ何が起こってんの？一体絶対。ねえ。これはこっちに行って、はい、上に掴む。グイーンって上がります。はい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 。で、降りる。これまでは合ってるよね。で、これ乗るでしょ？で、これ飛んでく。飛んでく。で、あ、あっちに行くんだ。そういうことか。あそこにもなんか行けるから、これが上に上がりきる前に、あっちに飛ぶんだろうな。こっちこっちこっち。行くよ。はい！よし、来た！オッケー！で？これ何？これどうなってんの？めちゃくちゃボロボロなんだけど。はい、しゃがむ。しゃがんで上に来て、なんかビデオテープとかね、たまに落ちてるから、そういうのね、探したよね。うわ！なんかめっちゃ、これ地下？いや、ペンキだな。これペンキかトマトケチャップだな。うわぁ！なんだっけ、シンバルパシンパシャンウサギ。シンバリパシャンパシャンウサギいるんだけど。で、なんか E でイントラクト。ここか？あ、開くね。はい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 。この辺は何？結構行ける場所多くない？うわ、危な！これ下、私がいたところか。はいはいはい。ここら辺のものとか特に。取れたりとかしないのかな？おもちゃ工場さ、もっと綺麗じゃなかった？ここもう使われてないような場所なのかな？はい。あ、こんなところにもシンバルシャンシャンバニーがいる。もう名前忘れちゃったよね。なに？え？ケチャップよな？あー、あー、おいしいおいしい。やっぱしんどい。なんでこんなさ、赤いの垂れてんの？ねえ。やばす、え、しかもめっちゃ虫いるんだけど、めっちゃ虫いるんだけど、結構ボロいんかな、ここ。電車で移動してきたんだよね、結構。その移動してきた先が結構ボロいってこと？もうなんか使われてない感じするもんな。とりあえず行けそうなところから行くか。よし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 。こっちの扉ね。開けたからね。暗いんだけど。暗くない？いや、さすがにまだ出てこないよ。うん。ポピープレイタイムってね、謎解き要素の時は、出てこないんだよ。いや、待って、謎解きじゃなくね？これ今探索だな。あ、来るかな、これ。いや。どんどんどん。どんどんどん。え？走れー！うわー！こ、いない。いないのね。またアスレチックかい！おい、シンバルシャンシャンバニー、かわいそうだな、さっきから。え？なんでこんなボロボロなんてか、なんか、これさ、トマトケチャップでさ、コーティングされてるわけ？で、どういうこと？で、トマトの投げ合いでもしたんか、ここで。お、セーブが入った。はいはいはい。で、アスレチック、アスレチック、アスレチック。あ、これだいぶ慣れてきたな。で、多分これ落ちたらアウト。落ちたらアウトだから、割と勢いよく行かなきゃいけない。あ、でもだいぶうまいわ。だいぶうまいわ。ほら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 。ね。アスレティックが見ました今。はい
対見ました、私は見ました、尻尾がありました、あれは絶対キャットナップで、ここら辺な暗いな、明るさマックスにしてるけど暗いんだよな、何何なんか勝手に回転した、勝手に回転した、え何何え、今勝手に回転しなかった、よくわかんないけどあっち行くなってことかな、でもさ今いたんだよキャットナップが多分、でそうだよね、いたよね、でこれは多分結構手伸びるな、こんな伸びるっけこの手、待てー、じゃ待ちなさい、置いてかないの、こうしてこのまま飛び乗るのか、はいはいはい、あー楽しい、うえーい、てかそういえばポピーちゃんはもういないのかな、ポピーちゃんあの女の子、これ下でいい、え、こんなところにもシンバルシャンシャンバニー、ね、かわいそすぎ、何したって言うんだシンバルシャンシャンバニー、あ、でも言うて前回、言うて前回上からこうシャン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 バーンってやってきたからね、え、バイオレットあったろ、まあ確かに確かに、ちょびっとだけ 5% ぐらいだけざまあ見やがれということで、これ何これ迷路、ね、嫌な予感しかしないんだけど、やめて、おい音怖いっす、急に静か怖いっす。え？あ、いた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 、こっちか。はい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 。あ、急に電気。え？ここは電気通ってんの？あ、ビデオテープだ。よいしょ。これつけるか。はい。さあ。あ、出た出た。いいでしょう、ミス・ハーパー。どうぞ状況の説明を。詳しいことは抜きだ。さて、いつもの夜のごとく。あれ？キャットナップが部屋に赤い煙をすると突然悲鳴が上がった、吹き替えある、よく見るのは知ってた、でもあんな瞳孔が開いて唇を震わせてあんな風に怯えてあたりを見回すなんて、あの子の手を握ったらまるで血が沸騰しているようだった、え、あの子は何かを見たんです、恐ろしいものを、 すみません、私ったら、ハーパーさん、私たちは可能な限り最高の治療を続けます、約束します、教えてください、マリーは何を見たか言っていましたか、ええ、モンスターだって言ってたわ、それは色がなくて、 あの子の心臓があんなに激しく、あの子にとっては現実だったの、 それにあの子の暴れ方、腕や足をあんなに激しく、話をさせてください、様子を確認したいの、どうしてもあの子の声が聞きたいんです、それは推奨できません、ハーパーさん、今は対処すべき問題がたくさんあるんですよ、彼女の容態は正常、監視は続けます、元気になりますよ、悪いけどそんな慰めの言葉はいらないの、とにかくあの子を返して、てかまずさ、日本語喋ると思わなかったからびっくりしたんだけどさ、まあ、それもそうな、ハギワギのクッションかわいい、いやそうじゃなくて、なんか多分今の内容的にさ、そのナップキャットを見た子供がなんかもうすごい多分大変な状況になっちゃって、今多分精神的なあれで病院とかにいるのかな、それともなんか隔離されてるみたいな、そんな感じなのかな、いえそんなやばいの、あのナップキャット、別にさ、ハギーワギーとかさ、マミーロングレックスってさ、一緒にいるとか同じ環境で過ごすだけでは別に悪影響はないじゃん、襲ってくるけど、けどナップキャットはあの臭い赤い息を多分浴びることで体に悪影響があるんだよ、頭がおかしくなるみたいな、多分そういうことなんだと思うんだよね、過去一やばくない、ここら辺の赤いやつもなんなんマジで、とりあえずその手形とハイタッチ、手形とハイタッチ、よしで君ともハイタッチ、なんかここだけなんか電気通ってるんだよな、どういうことかよくわかんないけど、おうおう、なんかお菓子とか、え、ジュース入ってね、これ賞味期限大丈夫そう、でもここら辺なんかね、自販機みたいなあるからな、お菓子の、なんでここだけ電気ついてるんだろうか、よくわかんないけど、あ待って、あこの蓋、最初さ落とされたところじゃない、ナップキャットに、ナップキャットにこれ落とされたよね、ってことは近くにいる、やばい、やつは近くにいるぞ、おいおい、ちょっと屈伸しとこ、
いつでも逃げられるように運動。よし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 。で、なんかここに電気マーク、バッテリーを配置。コンセントの中に電力を供給する。これバッテリーじゃない？これ取って、この中に入れる？あ、そういうことか。で、今さっきチラッとこっち見えたんよね。あれだな。いや、めっちゃなんかホコリみたいな舞ってるんだけど。衛生的にもここ悪そうだよな。これで？あー、なるほどね。イエーイ。うわー、この久しぶり！この感じ久しぶり！楽しいね。怖いな。あっち行くの。こっちは？一応入れる？あ、こっち入れないわ。ということで、じゃあもう行くしかないのかな？あっちに。なんかね、ナップキャットの仲間のゾウさんいるね。なんかさ、ナップキャットの笑顔めっちゃ不気味じゃない？なんか口がこんな、ここまであって、ここまで。ね、口裂け女といい勝負だったよね。とかなるの？僕はババファンと。ねえ、君のこと覚えてる。うん。会ったことないけどね。初対面ですけど。何言ってんの？ゾウは記憶力がいいのさ。嘘つけ！説得力ないけどね。だって初対面だよ。なのに覚えてるとか適当なこと言ってさ。何を覚えているか知りたい？え？意味深なこと言わないでくんない？狂ってやがるぜ。もうだいぶ狂ってやがるな。やめてそういうこと言うの。え？何？何？え？電話？電話？どこで？え？こっちか。こっちから嫌な予感する。こっちに行かなきゃいけないけど、これ多分、電力を持ってこなきゃいけないから、はいはい、前回もあったね。この緑の手が、電力を移動できるんだよね。多分、ここでチャージして、こっちに行って、こっちに、はい。こういうことか。はいはい。あ、これか、電話。はい、もしもーし。ねえ、ねえ、聞こえてる？かわいい。ごめん、後ろどこ？これか。誰？え？え、急に仲間要素？しかもなんか少年っぽい。なんかショタっぽい声だったけど。え？仲間？嘘でしょ？絶対美少年だ、今の声は。今の声は絶対美少年だよ。え？嘘でしょ？仲間がいるんですか？今回。めっちゃいいよ。いやー、私心細かったんだよ。一人実況だからさ、いつも。しかもさ、美少年と来たもんだ。わー、君がやったの？いや、違うよ。そこでキャットナップに見つかったんだ。あ、違うよって言ったけど。邪魔したから、多分怒ってるよね。仕方なかったんだ。必要なの。君が最後の望みだから。誰？たくさんの命を救えるよ。たくさんの命？プレイケアは彼の教会、彼の狩りの場なんだ。キャットナップ以外みんな死んじゃったってこと？グズグズしない方がいいよ。また連絡するね。あ、忘れてた。僕はオーリー。オーリー！よろしくね。よろしく！オーリー、心強い。けど、人間なのかな、ちゃんと。てか、これあれか。これ私が言ったんじゃないって今言ったけど、これ多分列車だわ。あの、マミーロングレックスから逃げた後に乗って、このおもちゃ工場から出ようとしたんだけど、どうやらそれを阻止したのがさっきの電話に、電話かけてきたオーリーらしい。で、それを阻止した理由は助けてほしいからみたいなんだよね。はいはいはい。私が最後の望みって言ってたんで、まあ、ちょっと助けますか！一旦でもちょっと、ここでね、ダウンを取ろう、ダウンを。あー、高い。バカ。こうやってさ、キャンプファイヤーのところで温まるみたいに。あったかい。誰かマシュマロ持ってきて、マシュマロ。ねえ、焼きマシュマロやろうぜ、オーリー。オーリー、助けてあげるから一緒に焼きマシュマロやろうぜ。で、これはこっちに行くのかな？なんかね、ナップキャットたちがいる、教会かなんてらかんてら言うてたけど、どこに向かうんだ？その教会に向かうのかな？よいしょ。とりあえず、いやー、とんでもないことになってる。あー！ハギワギ。ハギワギの首が取れてる。え？かわいそうに。ハギワギ自体はもういないんだよね、きっと。
もうチャプター1で死んじゃってるよね。で、マミーロングレックスもチャプター2で死んじゃってるよね。なんか他にもさ、パピーみたいなさ、マミーロングレックスの夫みたいな人いたじゃん。あれは出てこないのかな。てかさ、待って、そういえばさ、チャプター2でさ、マミーロングレックスのさ、死体をさ、持ってってた。いや、怖っ。え、変じゃないのよ。ねえ。怖っ。マミーロングレックスのさ、死体を持ってったさ、手あったじゃん。あれなんだったん？え？何あれ？え？新しい手？ねえ、待って、これチャプター3ないよね？さすがに。あれなんだったん？ねえ。あ、こっち行ける。はい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 。まだキャットナップは、最初以来出てこないね。で、なんか監視室だね。ボタンあるけど、特に起動しないね。懐中電灯とか持ってけないのこれ。持ってけない。はいはいはい。てか、オーリーはどこにいるわけ？オーリーはどこにいる？キシーミシーはまだ生きてるよね、多分。キシーミシーはなんか生きてると思う。てか、なんか今回出てきそうだな。確かね、結構前に見た予告映像みたいなやつにね、キシーミシーいた気がするんだよね。これ合ってるか？行く場所。はい。開いてる。お！ハンドルを持つ。以下を使って柱を回転させる。新しい手が手に入りそうだな。電力入力に向けて光線を当てる。電源に触れながら、そして発砲する。どっちか、青い手か、緑の手、失うね、これ。え？多分そういうことだよね。あ、そういう気ではないの？あ、なんだ？新しい手が必要なわけではないの。お、なにこれ、レーザー出てきた。え、ほい。What？ 電力入力に向けて光線を当てる。どういうこと？ What？ ほい。こういうこと？え、あ、なんかこれ、多分、ここに最終的に繋げなきゃいけないんだけど、なんか、ハンドルを持つ。これで、あ、回転させる。こういうことか。こうだ！あ、で、この青い光を、あっちに向ける？え？ここを押して、そっちに行くんでしょ？っていうことは、つまりは、これを、こっち側に引いて、で、一回離して、多分ね、こうだわ。違いまーす。こうかな？あ、こっちだわ。多分これだわ。行くよ。ほい！はい、来たー！ここはもうじゃあ一旦クリアか。あ、じゃあ別に新しい手が必要なわけではないのか。なるほどね。で？あ、ここの扉が開いたと。はい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 。え？だから何ですか？だから何ですか？お、こんなところにもいる！ハギワギ。え、これがハギワギ。これキシミシーかな、ワンちゃん。だ、暗いと分かりにくいな。あ、これ上がれるんだ、ここも。さっきのやつは何だったの？てかなんかさ、この感じ、プロジェクトプレイタイムだっけ？なんかちょっと似たようなところあるよね、これ。まあ私もそんなやったことあるわけではないけどさ、あ、かわいい！キャンディーキャッツか！キャンディーキャッツかわいいよね。君だけはさ、怖い姿になって現れないでほしいな。うん。で、あー、ほら、やっぱそうだ、プロジェクトプレイタイムに出てきたさ、あのね、ブロック。なんか違う、全然キャラクターの名前覚えらんないんだけどさ。ねえ、そうだよね。で、エリオッツエクスプレス。ここがさ、このキャラクターたちの住みか的な感じなのかな。君は？いや、僕はキッチンチキン。キッチンチキン？キッチンチキン、言いにく。キッチンチキン、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 チキン、言いにく。外はとっても面白そうだよ。ほう。僕、外に出たことがない。引きこもりや、私と同じや。一緒に来てくれる？どこに？ほら、こっち。え、どこにだから。うわぁ！おだまり！おだまり！今夜中だから、今夜中のね、もう4時半、もう朝もはや。僕はキッチンチキン。いやーじゃないのよ。一緒に遊ばない？いやーじゃないのよ。なんかちょっと嫌に点々がついてるみたいな挨拶。いやー僕はキッチンチキン。あれ？ハギワギの頭がない。ハギワギかわいそうに。ハギワギ？おー、なんかちょいちょい頭取られてるな。なにこれ？
これ恐竜さんかな。え、引っ掛け傷、これ絶対ナットキャップ、あ違う、何だっけ、キャットナップだ、キャットナップの仕業でしょう。ここは開かないね。もう至る所に潰されてる。あ、出た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 。これも前回いたね。チャプター2メンバー。そして、ポピーちゃん。ポピーちゃん今回いいのかな？で、これは？オープン。なんか開いた？この扉とかが開いてるわけではない。これどこ行くんだ？あ、こっちは？はい。お！これで？開きましたね。これなんなんこれ？リュックとか、勝手に閉まった。誰もいないのに？どういうこと？怪奇現象ですかね？ナップキャットの仕業？ここどうか？え？動いてる。はい。私の名はエリオット・ルートビヒ。はい。こんにちは。はい。皆さんなら何だと思いますか？お金ですかね？お金。本当にお金だ。誰も分かってくれない。本来誰もが人間不信。こんな意見があり、どの回答もある意味正しいです。しかし何かが欠けているように感じる。はい。当たり前なもの。はい。そう。誰一人として。なんかアトラクションみたい。いや、すごっ。あ、そうなの？え、なんかすごい本格的アトラクションみたいな感じなんだけど。はい。おお、急になんかすごいこと言い出したな。でかいこと言い出したな。証です。私にとって何より喜ばしいこと、それは子供の笑顔を引き出すことです。あ、まあそれはいいことだね。希望を与えることなのです。夢と希望があってこそ私たちはより良い世界を作れるのです。うん。子供たちが何も恐れずに暮らせ、決して危険な目に遭わない場所。だ、説得力ないんだけど。我が社のおもちゃは子供が全て。はい。全ての子供には常に笑顔。いや、なんか、やばいところ行こうとしてるけど。ねえ、ちょ、言ってることとさ、今が現状が、はい。プレイタイム社の創設者として発表します。え、プレイケア。はい。社の敷地内。うわ、すごい。個人です。個人。ここはただの個人ではなく、はい、学校、遊び場、居場所でもあります。すごっ。ここは我が社独自の大事な地下施設です。え、子供たちの笑顔を引き出すためにとことん計算して設計しました。そう、なんかもうだってテーマパークみたいだもん。カウンセラー、母親、父親、子供が成長するまで我々が代わりを務めます。プレイケアが皆さんに喜び、そして感動、これらの感情を届けられるよう願っているのです。子供たちの笑顔こそが人生の真の価値ですよね。いや、なんか、いや、あ、オーリー、オーリー、ここそんなに悪くないでしょ。うん。子供たちが住んでた場所。でも今では、うん、とにかく部屋の真ん中に像があるの見えるでしょ。あれか。めっちゃ伸びるな。手を使ってみて。プレイヤー内の電源をすべて管理してる、はい、とってもいい部屋がある、はあ、そこで鍵をあげるよ。あ、オーリーそこにいんの？オーリーに会えるの？てか、なんかどうやらここがなんか孤児院って言ってたね。で、孤児院っていうのがなんか親のいない子供たちが生活する場所みたいな感じだったかな、確か。でも確かにカラフルでポップだけど、ただ今はもう使われてないんだね。うん、ボロボロになっちゃって。おー、え、ポピープレイタイム社ってさ、おもちゃ屋さんっていうかおもちゃ工場だけじゃなくて、こういう孤児院とかもやってたんだね。なるほどね。はいはいはい。にしても、ゴミだらけだ。だいぶボロボロだね。で、ここどうやら地下っぽいね。さっき地下って言ってたもんね。うわ、すごい！プールだ！これ入れんの？うわ、入れる！アイヒルボート乗りたい！アイヒルボート乗りたい！乗りたい！でも今んところ怖くないな。うん。オーリーもいるしね。うわ、すごっ！なんか地下にこういうさ、子供用の施設があるってなんかちょっとガーデンオブバンバンっぽいよね。うん。まあ、とりあえずなんか、オーリーが真ん中の電力なんてらに行けって言ってたから行ってみるか。なにこれ。あー、いたいたいた、またさっきいたな。あー、さっきあったからね。今回はそうだろうね、きっとね。あ、この子、あ、ユニコーン。ねえ、私、クラフティーコーン。
わいい。お絵かき？私もお絵かき好き。うん。お絵かき？私もお絵かき好き。青色をお願い？あ、なんかこれミッションっぽいな。これなんかやりそうだわ。後で。ね。ここはでも一応行けると。はい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 。なんかここに、なんか鍵を渡すとか言ってたよね。何これ？なんかめちゃめちゃでかい機械あるんだけど。なんかさっきオーリーがさ、ここで鍵を渡すよって言ってたよね。どういうことだ？とりあえずちょっと探索するか。はい、これ開けられる？あ、開けられるんだ。なるほど。これは？あー、本当にあった！オーリーありがとう。え？鍵を手に入れたね。うん。これは一体何に使う鍵なんだろうって思ってる？思ってる。まずそこから出て、君が乗ってきた、はい、あのケーブルカーのすぐ左にドアがあるはずだ。ケーブルカー？本当に？どっから来たんだっけ？ごめん、オーリー。あー、こっちか。はい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 。乗ってきたケーブルカーが、この上かな？はいはい。この上のなんか、ドアって言ってたけど、ドア。ドア。ドア。どれ？え？これが乗ってきたやつだよね。これの近くにドアがある。どこのこと言ってる？この上か？結構広いね。うん。うわー、これ栄えてるとき本当にポップで可愛いんだろうな。あ、ここかな？ドアって。はいはい、ぽいわ。なんか光ってるしね。開きました。オーリー、どこにいんの？ねえ、オーリー？あ、嫌な予感する。これそろそろ来るな。これ一旦なんかホラー要素挟んできそう、この感じ。来るわ。あそこ、イグジットって書いてある。出口って書いてあるけど、これ来るわ、これ。来る。来る、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 来る。来るって分かってるから、怖くないです。行きます。走れー！ボッ、ベッ、バン、ボン、ボン、デン。ほい、や、トイ。来ないんかい？超恥ずかしかったんだけど、今。ほい、や、ボン、とか言って。ねえ、なんなん？オーリーのせいだからね、言っとくけど。言っておくけど、オーリーのせいだからね、今のは。今ちょっと恥ずかしい思いしたらオーリーのせいだからね。わかった。don't forget your mask。なんかマスクつけるの忘れないようにって言ってるけど。もしかしてあれか？あのさ、ナップキャットのさ、臭い赤い息を吸わないようにするため？そういうこと？やっぱみんなさ、あの臭すぎて、ナップキャットの息が臭すぎてさ、頭おかしくなってたんだよ。嫌だな、私もちょっと嗅がないようにしないと。また電話。ガス製造ゾーンへようこそ。ほう。ここはね、ブレーキや全体を管理する心臓部。はい。機械が吐き出してるガスは全てこの工場で作られているんだ。あの赤いやつ。赤い煙。ナップキャットの。今は右の方へ流れているよね。これを左方向に流れるようにしなきゃいけないんだ。なるほど。それでやつに近づける。はい。機械には厄介な安全装置がついてると思うけど、君なら何とかできるはず。いや、ちょ。また連絡するね。おや、ちょ、もうちょっと、いや、君ならなんとかって、いやいや、ちょ、待て。それはちょっと無責任すぎんか、オーリー。で、なんか、とりあえず、この、赤い煙、赤いガスを、こっち側に流さなきゃいけないらしい。多分、そういうこと。で、今ほら、ここに流れてるけど、これをこっち側に流すってことらしいから、ただ、なんか、セキュリティがかかってるから、なんかしなきゃいけないっぽいんだけど、なんか、このさ、蛇みたいなやつ気持ち悪いんだけど、なんか、不気味じゃない？ここは？これまたなんか、さっきと似たようなやつあるけど、ここにもなんかバッテリー入れるっぽいし、あ、私分かった。ここ絶対開いた瞬間ね、追いかけられるよ。間違いなく。多分。多分、きっとおそらく。これ電源なしって書いてあるから、オフライン、意味がなさそうだね。じゃ、やっぱりなんかバッテリーを探さなきゃいけないのかな？この感じだと。はい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 。で、ここは？ナップキャット。ナップキャットのパネル。いや。え？息遣い？一人だけ喋る。なんで喋んないの？寝てる？いびきかいてる？もしかして。いや、寝てるやないかい！起きろ！おい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 
怒ってない？大丈夫？見てない？今の見られてたらもしかしたらもうね、ナップキャットにボコボコにされるかもしんねえからね。てか、あるじゃん、バッテリー。1個ゲット。青いやつはどこだ？これ上とかにあったりするのかな？この機械もなんなん？一応乗れるけど。謎すぎるでしょ。とりあえずこれだけ持ってくか。おい、ショット。違う違う違う。なんでそこに置くの？はい。あ、開くんだ。いや、ただこれ今ね、謎解きだからね、来ないはず。うん、まだ来ないわ。で、ビデオテープ見っけ。謎解きの時は襲ってこないんすよ。今までの感じだと。あっ！え？なにこれ？ 2。うわー！なんか紫の手手に入った。しかもなんか不気味なんだけど。多分これ使い方だと思うから見てみるか。はい。おお。紫の手。うん。新しい手だよね。ワイヤーの長さを延長した。はい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 。いつもより伸びるってこと？手の交換も簡単さ？はい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 。こういうことか。なるほどね。で、エアジェットがついている。長き落下を打破するために。はあ。ただ着地地点には注意してほしい。言えないなくなる針地獄みたいな。すべての地面が触れても安全というわけではない。ああいうトラップがあるかもしれないってこと？ありがとう。いや、どういたまして。注意して使用してくれって書いてあるけど。なんだ？新たな手をゲットしましたね。こっちはいけそうになくて。あ、この手あったっけ？うわ、そういうこと？これで、ね、ジャンプできるんだ。うわ、すごい！うわ、この手だからなんかちょっと機械的なんだなと思ったけど、ヒロアカのさ、デクのグローブ的なね、ちょっとそれっぽい感じあるよね。おい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 。だからかわいそうだってば、シンバルシャンシャンバニー。なんだっけ名前、もう忘れちゃったけどさ。ねえ、もうなんか今回かわいそうな扱い受けてるよ。いつでもできるわけじゃないのか。あの手がある時に飛べるんだね。お、セーブが入ったってことはこれ合ってるっぽいね。え？これいや、来そうっちゃ来そうだな。いや、謎解きだから来ないな。うん、なんかもう謎の安心感あるんだけど。謎解きだから来ないだろうっていう。はい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 。あ、やばい。これミスったな。これなんか長押しとかもできんの？ん？走るとかもしかして。あ、落ちちゃった。ポーンでしょ？いくよ。走って、あー！上のパイプ通ってきたわ、かっけえ！弾かっけえ！で、わあ！あ、あ、セーフなんだ。これ、ちなみに。あ、死んだ。触れちゃダメだったっぽいわ。あれもあれか？ナップキャットの臭い息の、いや、ナップキャットのよだれかもしれない。いや、それはダメだな。気失うわ。だって臭いんでしょ？ねえ。はい。で、これも、こう行って、上のパイプ通って、今回、いや、いいね！今回スムーズだよ。だいぶスムーズ。で、これも一応、走って、パーン！あれ？あ、いけたいけたいけた。結構ギリギリだな。危ない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 。で、こっちか。この上を通ってく。違うな。え？ほい。いや、この黄色いパイプの上を通るわけではないのか？あれを引っ張ってくるのか。なるほどなるほど。はい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 。これで？ん？これで行くのか？あ、これで、ふぇー！あー、ダメだ。ダメだ。あ、ここ掴める。あ、下ろせる！なるほど！これで、こっちに飛ぶのか。はい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 。でも多分これさ、あっち渡れないよね、まだ。多分。これいけるか、ワンちゃん。多分いけるんだな。あ、いけるんだ！で、これで、引っ張んじゃない？引っ張って、どの辺だ？この辺か？ほい。で、からの、パー！来たー！なるほど。で、またこれこっちまで引っ張って、あ、今回結構サクサクだな。これ上上げんのかな？あ、上に上げらんないのこれ。そういうわけではなくて、シンプルにここから、パーンと越えていくわけか。
はい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 。で、この先に何があるんだ？よし。楽しいね。今のところね、ただただ楽しい。いや、私結構さ、チャプター1、チャプター2ね、苦戦してたけど、今回スムーズかもしれない。で、これは、どこに向けたらいいんだ？これを回転させ、この向きかな？はい。え？あっちも回転させて、ここにつなげればいいんだろうな、きっと。ここと、ここをつなげると思うんだけど、飛んでく。で、この向きを、こっちにすればいいんだよね。っていうことは、これを、こっち側に回転させて、こうすることで、そこ向くよね。オッケーオッケーオッケー。あ、もうこれいけるわ。はい、いけました。謎が解けました。おし。見ててくださいよ。見ててくださいよ。こっから、はい、つなぎます。で、いきます。はい！はい！はい、完璧！はい、完璧！皆さん、チャンネル登録と高評価をご褒美によろしくお願いします。まだあるな。これまだあるのこれ。まあ、シンプルにあっちの向きを変えればいいだけだろうな、きっと。はい。なるほど、なるほど。よしよしよし。このままだと、こっち向いちゃうから、あ、待てよ。これだと、網が邪魔で、あそこに当たんないから、あっちを変えなきゃだな。つまりは、待てよ。こうして、あっちに向けて、待てよ。これを、あそこのところに合わせるのかな？こうだな、きっと。うん、この方向だと思う。で、また、こっから、電力つなげる？いくよ。待て。こうか。こうして、はい！はい、来た！天才！天才なんですけど！ポピープレイタイムプロプレイヤーかもしれないです。皆さん、私。ありがとうございます。サクサクだ！開いたー！これで、はい、戻ってきましたね、ここに。あ！これ青い線がついてるから、いや、ただまだ、まだ、これボタン使えないな。え？あ、いや、なんだ？あれ、起動した。オンラインだった。あ、移動した、移動した！右にあった赤いガスが真ん中になっ、何？え？やめて。オリ、オリ、オリ！どういうことこれ？あれ？電源が切れちゃった。ねえ。新しい鍵を送った。早っ。塔の下にあるよ。それでホームスイートホームに入って。中に入ったら建物の予備電源を見つけてね。頑張って。え、ちょ、オーリー待って。オーリーずっと電話つないでて。ねえ、オーリーずっと電話つないでてよ。怖いからさ。オーリー。これ電源切ったのさ。もしかしてオーリー？え？もしかしてオーリーそっち側の人間だったの？何の音？これ絶対来るな。いや、さすがに来る。ここで来ないのはおかしい。ね、オーリー。いやーだー！ママー！ママー！パパー！おじいちゃん、おばあちゃん、お姉ちゃん、弟、妹はいない？はい、恥ずかしい。もう最悪。また二度も恥ずかしい思いした、オーリーのせい。これもオーリーのせい。ねえ、謝ってよ。え、暗いんだけど。ねえ、電源切られたってことだよね。とりあえず、このホームスイートホームってここのこと？ここ安全ってこと？ここにナップキャットいたらどうする？大丈夫そう。何の男の水の。あ！あれ？このガス大丈夫？ナップキャットの息じゃない？平気？は、色的にはでもやばい色してんな。どっちにしてもやばい色してんな。浴びとか、あー気持ちいい。あー気持ちいい。で？あ、鍵がなんか多分またここに届いたのかな？ないけど。あ、来た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 ！よし。これどこの鍵なんだろうか。
ホームスイートホームはここのことではないのか？また別にあるのか、ホームスイートホームっていうのが。とりあえず鍵ゲットして、なるほど、多分今の鍵がそのホームスイートホームに入れる鍵なんだろうな。はい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 。いや、ホームスイートホームみたいなさ、可愛らしい名前言ってますけど、絶対なんか恐ろしいでしょう。じゃあ暗いし、せめて懐中電灯欲しいな。ホームスイートホーム、あ、ここっぽいな。ちょっと窓の明かりついて、あ、これは確かにスイートホームだわ。きっと信じてるよ。すいません、誰かいるのかな。いいえ、いいお家は、ちょっと螺旋階段っぽくなってて、うわ、豪華。なんて言うんだろう、ちょっとアンティークな感じね。まあ、ここにはお化け出ないだろう。ちょいちょいなんかね、キャラクターのクッションとか置いてあるけど。ここ、ほらほらこれね。あ、ちょっと可愛いわ。このクッションはちょっと可愛いね、確かに。あれ？急に子供、いい笑顔。いい笑顔。埋もれてるね、こういうボールあるよね。プレイエリアにボール。あ、ここにも子供。かわいい！シンバルシャンシャン、シンバルシャンシャン、ウサギと一緒に写真撮ってる。あ、これシンバルシャンシャンと同じメイクしてるってことか。かわいいな。で、まあ、こっちか。なんかちょこっとだけさ、ポピーちゃんがいたさ、ドールは、いや、行ってみよう！わーい！おかしくなっちゃった誰が元から頭おかしいじゃん。絶対ダメでしょこれ、すっちゃねえ。もしかしてオーリーここに誘導したよね。オーリーがさ、ここに行けって言ったよね。オーリーもしかしてナップキャットの中身だったりする。あはははは、階段長ー、階段長ー。これもしかして幻覚ねえ。あはははは、廊下長。あ、これ幻覚だな、多分。これ多分幻覚だわ。ガチャガチャ。ガチャガチャ。開かない。これやったな。オーリー、これ敵かもしれない。オーリー、ここに誘導したもん、私のこと。オーリー。ねえ、仲間だと思ってたのに。まだ決まったわけじゃないけど。可愛い女の子。オーリー？ラジオブツブツ言ってるし。え？なにこれ？でもなんかすごいさ、ポピープレイタイムではあんまり見ないよね、こんな綺麗なお部屋は。午前9時45分現在のニュースをお伝えします。はい。地元当局の発表によると、有名おもちゃメーカープレイタイム社の創設者エリオット・ルートビッヒ氏、彼の邸宅で幼い男の子の遺体が発見されたとのことです。現時点では遺体の身元は確認されていない模様です。遺体は2階で大きなダッフルバッグで発見され、警察関係者によると遺体には損壊の跡があるとのことです。臓器や主要な骨の多くが発見された遺体からなくなっていたと報告されています。それらを摘出したことが死因となったかどうか現時点では不明です。え、やばいこと言ってた今。ポピープレイタイム社の創設者が子供を誘拐して臓器とか骨を取り除いたみたいなこと言ってたよね。この事件を受け、プレイタイム社は今回の遺体発見についてコメントしました。こちらがコメントです。おぞましい。エリオット・ルートビッヒは人格者、人を傷つけることなど絶対にするはずがありません。ましてやこのような行為など。彼は世界中の子供たちを深く愛していました。その彼の家に子供の遺体を隠すなどと実におぞましいです。当時としましては彼の名誉が守られることを心の底から願っています。真相は果たして。いや、わかんない。今のかさ、ニュースだけだとさ、その創設者が悪い人みたいな風に聞こえたけど、実は違くて、もうモンスターがやってる説あるよね、これ。本当に創設者はただただ子供のことが好きで、みたいな。ありえるよね。いやー、悪い人じゃないと思うんだよ。また電話鳴ってる？どこ？この辺だ。こっちか。はい。もしもし、タマです。もしもし、タマです。どこですか？ここですか？これ？
オリ？オリ？冗談でしょ？オリ？オリ？無理？オリ無理？オリ無理？玉無理？オリ無理？玉無理？で、ちょ、え？来るね、これ来るね。あなたオリ？すっごい悲しそうな顔してるけど、私もその、私がその顔したいよ。この後だって絶対襲われるもん。オリ？無理？やだ！オリ？無理？オリ無理？オリ？無理？オリ無理？暗いよ！暗いな、暗いです！開かないよ。やーだ！ママー！ママー！スリちゃまー！ママー！壁なんか穴開いてたっけ？あ、暗い。なに？なに？なに？何の音？やだ！音怖い怖い怖い！もう、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 うん。なんかよくわかんない、よくわかんない、よくね、ぐるぐるしてる、ぐるぐるしてる。ずっと同じ場所ぐるぐるしてるかもしれない、これ。真っ暗！なんかずっと不気味な音してるんだけど。あれ？子供？おい！どうしたの？え？なんか来た。やっと迷路から抜け出したけど。でも子供の声したよね。何があったの？え？子供の泣き声したけどね。てかさ、オーリーがさ、たくさんの、なんか助けが必要みたいな、たくさんの人が助けを求めてるみたいなこと言ってた気がするんだけどさ、ここに閉じ込められてるってこと？この孤児院にさ、子供たちがいっぱいいるってことかな？はい。とりあえず。あ！ハギワギ！従業員の皆さん、プレイタイムでの初出勤日にようこそ。これハギワギの声。これから皆さんは愛情深く支えてくれる新しい家族をここで見つけることになるでしょう。ほう。自由に見学してください。ランチを食べたり、子供たちが学ぶ姿を眺めるのもいいでしょう。イノベーション部に入って科学の限界への挑戦を続ける？あるいはプレイキャーの真面目で優しいカウンセラーと共に子供たちの未来づくりを支える。楽しみですね。今や皆さんの一人一人に役割があります。明日出勤して自分の配属先に不満を感じたり、業務に不満を感じたら上司が喜んで相談に乗ってくれます。そして何年か経って罪悪感に耐えられなくなって戻ってきた時には、どうぞ闇に身を投げてください。不可解な恐怖の数々があなたを待ち受けています。みんなあなたの帰りを待ちわび、見つけようと躍起になっています。多分それらは物陰から歯と肉とプラスチックでいっぱいの口で微笑みかけ、あなたを温かく歓迎しようと待っていることでしょう。かつて捨て去った世界で自分の立場を理解する時間すら与えてくれない、ここはもう彼らの世界。おい、どうぞごゆっくり。おい、あ、いや、やべ、あ、やべ、やべ、やべ、ちょ、え、あの、なんですか。長い、動かない、いや、いや、開いた口が塞がらないってこういうことですか？開いた口が塞がらないってこういうことですか？え？ってか待って、え？今の何？ハギワギ生きてたん？いや、サダコみたいだったけど、サダコ 3D みたいな感じでハギワギ 3D だったけどね。え？え、待って。なんかさ、やっぱりこの創設者悪いやつなのか？結局は。なんかさ、創設者の人は、そんなことするはずないみたいなことをさ、言ってたけどさ、いや結局ね、人面がいい人ってね、サイコパスだったりするからね。うん。うわ！じゃあ結局悪いやつなのか？おい！待って、そういえば、オーリーはどこだ？オーリーどこいるん？え？こっちは？
開いた。またかわいそう。めっちゃ嫌われてるじゃん、シンバルシャンシャンバニー。なんて言うんだっけ、名前。あ、でもここかわいい。ちょっとしたなんか遊び場がある。これかわいいな。お、ちょっとだけ運べる。これ使うんか、なんだろう。めっちゃかわいいんだけど。これもちょっと動かせる。すごい。なんか使うんかな、このブロック。あ、出た、このね、パピーみたいな。へ、親父風ロングレッグ。へへ。親父風ロングレッグになるんだね、日本語訳すると。でもなんか特につかない。これ特になんか再生されないね。またこれ電力をなんかしなきゃいけないのか？なんだ？どこ行けばいいんだ？行けないな。一回戻るとか。お！ガスマスク。ガスマスクゲットした。これで？下に降りる？あ、ガスが待ってるわ。さっき、あ、待って、もしかしてさ、さっきすごいさ、廊下の迷路あったじゃん。あれさ、そういえばこの赤いガス吸ったから、幻覚でああ見えてただけかもしんないね。だからあのさ、ハギーワギー 3D もさ、あれもしかしたらこのガスのせいかもしれないね。ナップキャットの臭い息。それのせいの可能性あるな。こっちから感じるけど、特に、どかしたりはできないと。なるほど。あ、これ使えそうじゃない？このさ、車をさ、動かしたら、この箱、どかせそうじゃない？お、こっち側に、あ、引いて、行けー！おお、音、こんな音立てたらさ、化け物襲ってこない、大丈夫？ねえ。これ多分こっちだよね。これ合ってるっぽいよね。ごめんな。ごめん、なんか燃やしちゃったよ。でも、あ、上行けんのか、これもしかして。あ、そういうことか。そういえば飛べることを忘れてたわ。で、洗濯機とかあるね。なるほど。で、こっちに繋がると。これもガスいらない？これいらないかな？よし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 。これ取り外しができるんだね。なるほどね。あ、また手形がある。ハイタッチ。手形とハイタッチ。倒せんのか？これもしかして。おお！手形とハイタッチ癖があったから分かったわ。やっと。癖も役に立つもんだな。これ鏡か？何これ？いや、ガラスか？はい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 。なんかあっち子供部屋じゃん。で、ここなんかさ、監視してるみたいな感じじゃない？ほら。そうっぽくない？多分これマジックミラーで、あっちの部屋からこっちは見えないけど、こっちからあっち見えるみたいな。多分そういうやつだよ。これ子供たちのこと監視してたんだよ、絶対。うわ、ポピープレイタイム社って、闇が深いのかもしれない。おお、こっちに行ける？なるほど。子供たちの部屋。で、扉は？開きますと。どこ行けばいいんだろう。なんか暗いんだよね。これでも明るさマックスにしてるよ。あ、何の音？嫌な予感しますね。嫌な予感しますね。はい、とっても。ふっ！びっくりした。足音は気のせいか？わかんないけど。あ、これポピーちゃんの絵じゃない？ぽいよね。ポピーちゃん今回いないけど、引き出しとか開けらんなくて、もう壁がもうね、至るところ穴開いてんのよ。何があったの？これさ、モンスターが暴れて、穴開けまくったみたいな、そういう感じ？だからといってハギワギーのさ、体とかさ、ちぎる必要ないでしょ。ねえ。もうかわいそうだって、シンバルシャンシャン。シンバルシャンシャンずっとかわいそうなんだけど。あ、電力。入れる場所がありますね。とりあえず一個入れるか。はい。ね、投げないの。ちゃんと入れるの。はい。で、え、これは？お、太陽棒マーク。はい。ブーブー。ダメっぽいわ。なんかやんなきゃいけないのか。それがこれか？バッテリーか？なるほど。探してくるか。こっちも行けるね。はい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 。ここは？開かない。こっちは行き止まり。こっちも行き止まり。なるほど。多分謎解きのタイミングはね、モンスター来ないはずだから。よし。安心して進もう。え？なんか見てる。
なんかすごい大事そうに女の子の写真見てるんだけど、なんか私これ見ただけで切なくなってきた。で、キシミシーってさ、そういえばさ、チャプター2かなの時にさ、通れない扉を開けてくれたんだよ。で、襲ってくるのかなと思ったらそのままで立ち去ったんだよ。開けるだけ開けて。え、待てよ。え、嘘だろ。嘘だろ。え、追いかけられないんじゃないっていう伏線回収した。あれ。え、しゃあねえから開けてやるよみたいな感じで、はいはいって感じで開けられたんだけど、え、どういうこと？で、キシミシーって本当はめっちゃいい子だったりすんのかな。だってこんな眼差しでずっと見てるよ。え、なんか私これだけで泣きそうだもん。いける？あ、いけない、そっち。あ、いけるかも。いや、いけない。ねえ、ほら、ここ多分キシミシーの絵とか飾ってあるからさ、キシミシーのことが好きな子がここにいたのかな。あの女の子だよ、きっと。ねえ、スタイルいいね。足長、みんな、一概に悪いやつじゃないのかも。ちょっと閉めとこう。そっとしてあげよう。よし。で、ここら辺のものは、どかせないのかな？ここ？ここ行ってないっけ？はい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 。バッテリー、バッテリー。なんかちょいちょい扉が開いたり閉まったりする音聞こえるんだけど、怖いんだけど。ねえ。え？なにこれ？なんかやられてる絵描いてある。Watch out. ハイドハイド。隠れろ隠れろ。え？どういうこと？やめてくんない？そういうの。なんか来そうじゃん。ねえ。ちょ、キシミシーいる？やっぱり。ちょっと見たい。安心するわ。なんかキシミシーは敵じゃないと思ってるから。うん。キシミシー見ると安心するわ。あ、この下も行けそうだな。あ！あったあった。だいぶ戻ってきたところに。こんな電力の部分が。おお、隠し扉ですか？はい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 。こっちも行け。あー、ビデオがありますね。これ来てない場所だよね。なんかどっかにビデオがあるはず。ビデオテープ。どっか近くに落ちてるんか。あ、ここ？あった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 。よし。これなんかヒントがあるかもしれない。見ていこう。被験者は安定。番号は1322。今回神経の明らかな異常が検出された。少しイレギュラーだが、消灯直前にホームスイートホームから回収。彼に友達に何をしてるの？なぜまだ起きているんだ？どうやってここに？ケニーは病気？どうして連れて行ったの？ケニーは病気だ。ひどい病気なんだ。だから治してあげたい。だけどそのためには適切な治療ができる場所に連れて行ってちゃんと休ませてあげないと。本当に良くなるのかな？ああ、そう思うよ。私たちに任せるんだ。学校で話を聞き勉強し、必要な時は休息も取ったから。君も今は休息が必要だ。さあ、もうベッドに戻ろうじゃないか。わかった。あえて光栄だよ、ジョセフ。約束するさ、君の友達は大丈夫だ。次に会う時は元気になっているはず。いや、その病気になったケビンだっけ、わかんないけど、これ多分ね、創設者に悪いようにされちゃうんじゃないかなって思う。うん。え？だって被験者って言ってたもんね。被験者っていうのは、なんか実験体みたいな意味だよね、多分ね。うん。うわぁ。子供で何をしてたんだ。一体。あ！こんなところに上がれる場所がある。今さ、ここキシミシーがいる場所ね。ここの上に上がれる場所あるわ、今気づいた。とりあえずなんかガスがちょっとさ、あるよね、これ。だから被った方がいいよね、多分。被って、登ると。上上がれるじゃん、ここ。はい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 。これもう大丈夫そう？ガス。大丈夫っぽいわ。あ、これガスっていうか、ホコリか。なるほど。で、相変わらずバッテリーを探してるから、バッテリーをね、見つけていきたいではございますが、バッテリー、あったね！はい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 。これ、うわ、落とされた。ここどこだ？こっちか？はいはいはい。あれ？あ、こっから登れるわけか。こっちは？
もう厳重に鍵で。もうなんかここなんてもう釘で撃たれてるもんね。不気味。もう明らかに何か隠してますよって言ってるみたいなもんじゃんね。うん。キシミシいる？ずっと見てるね。だから君がいてくれるだけでなんか私ありがたいよ。ほっとするわ。うん。これは、ここら辺かな。あったあったって、やっとだ！結構時間かかったな。コケコッコ？でもコケコッコ言った？これ使える？おう。あ、この謎が解けた時の音めっちゃいいね。てってってん。なんかどっか開いたっぽいな。え、待って。階段あるんだけど。あれ？なんかさ、このさ、バッテリー入れた部屋あるじゃん。で、あそこ押したんだけど、そしたらね、ここのところの階段があった。いや、もともとあったっけ？この階段もともとあったっけ？あれ？まだ来てない場所かな？来てない感じするわ。これ、キシミシーがいたさ、部屋の女の子じゃない？わかんないけど。また、別のエリアに来たな。これ、お手洗いか。はいはい。なにこれ、またある！これまた、突っ込まさせます？いきますよ。レディーゴー！いや。盛大に飛んでったな。こっちはいけそうにないし。あ、え？ハギワギ。ハギワギが、いるね、壁に。めっちゃ引っかかれてるけど。なんか恨み買ったん？仲悪いんだろうね、きっと、ナップキャットと。ナップキャットとハギワギ、多分仲悪いんだろうね。うん。家の中にさ、ゴーカートってどういうことって話だけどね。いやもうなんか、ベッドとかもぐっちゃぐちゃ。うん、なんか落とされた。シンプルにこれ、足元見てなかったから落ちちゃったのかな？ん？いや！違う！なんか繋がったか？あ、さっき私が飛ばしてゴーカートだよね。引っかかってんな。あ、ここに繋がるんだ。ただもうちょっと上を探索しなきゃいけないっぽいな。この感じ。うん。はい、ということで。え？笑い声したんだけど。誰かいる？てか、だいぶ燃えてんな。お、仲間だ。こんにちは、ピキピギよ。ピキピギ。かわいい声。ロートビーフ？大好物？豚が牛を大好物って言ってる。怖っ。動物の世界怖っ。でも絶対さ、どうせ笑うでしょ、ピキピギも。グリルチキン？いいね。おー、自分以外の肉は好きなんだな。ゾウの丸焼き？ほら。うわ、これ最高だ。だってゾウとかさ、友達にいたもんね。さっき会ったよ。ユニコーンの肉？おー、ユニコーン、うわ、やば。お腹ペコペコ。最高。ねえ、私と友達になってよ。ごめん、ちょっと無理かも。私、君とは分かり合えないわ。どうせ私のこともさ、そういう目で見てるんでしょ？食べ物として見てるでしょ？ローストビーフ？あれ？グリルチキン、ゾウの丸、うん、叫ばない。ピッキーピギーは叫ばない。ヒステリックみたいに叫ばなくなってる。他のね、キャラクターたちは叫んでたけど。お、かわいいキシーミシーのクッションとハギワギのクッション。ここなんかちょっと綺麗。いや、もう、ハギワギかわいそう。もう毎回さ、体切断されてるんだけど、扱いひどすぎでしょ。で、これ何これ。これまたあれか。こうか。よし。で、なんか使いそうだね。で、どこで使うんだろうか。あ、ここか。はい。あ、開いたね。開きました。なんだけど、その前になんか DVD 見そうだから、ビデオ見そうだから、ビデオを探したい。この部屋にあるかな？見た感じ、ないか？こっち行ける？行けないね。ビデオまた別の部屋にあるのかな？とりあえず多分これどんどん繋げていくんだよね。こうやって取っ、あ、間違えた。こうして、開けて、多分こっち側から取って、どこだ？あ、上だね。はい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 。あそこに。あ、間に合わなかった？あ、あそこにも電力。届く？あ、届くんだ！なるほど？これで？はい。こうして？これどこに使うの？切れちゃったよ。なんだ？え？あれ？生きてる？あれ？充電したってこと？わかんない。え、なんか、あれ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 、あの着ぐるみで倒れてたよね。バッテリー抜いたよね。あれ、また別のやつあれ。
怖いんだけど。とりあえずこっから取って、これを。何の音これ。あそこが開いたのか。なるほど。オッケー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 。急がなきゃいけないんだね。はい、取る。で、急いで、こうする。で、走って、入る。入れました。はい、来ました。で、今度は、またこっから電力取りそうだな。で、どこだ？繋がる場所。あれ？どこだ？あ、上か！来た！これで？どこ開いた？間に合わなかった？はい、電力取る。ここ開ける。ここね？はい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 。なるほど。で！いや、怖っ。めっちゃ目光ってる、怖っ。これ近づいて大丈夫なやつ？すいません、こんにちは。話し合いましょうか。いや。こっち見てるね。口の中タッチ。口の中タッチ。どうしてこっち見てるのかな？なんで？とりあえずハグしよっか。ね、一旦ね。嘘、背中のバッテリー欲しいんだけどさ。え、怖っ。ずーっと見てくる。これ、後に追いかけてきそうじゃない？絶対来るよ。絶対来るよ。これ、後に追いかけてくるよ。絶対。よし、私は君を見ておく。いつ襲ってくるか分かんないからね。あ、君のちっちゃいぬいぐるみあるよ。かわいい、これ。これは？あ、開けられるんだ。通れるんだ。行くか。通気口。不気味。急に後ろから追いかけてきたりとかしないよね、まさか。まさかだけど、そんなことするわけないよね。そんな卑怯者なことしないよね、まさかだけど。はい。なんだここ。急に音楽流れ始めたよ。あれ？これもう一つの扉の裏側ってこと？っていうことは、この線を辿ってそこの部分を電力入れればいいってこと？あ、あるね。はい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 。まあ、ちょいちょいドアが閉まる音、不気味で仕方ないんだけど。こっちも行ける。広いなー、この部屋。この、え？なんか音楽普通になんか、いい感じの音楽流れ始めたよ。どういうこと？あ、で、ここにバッテリー必要なのか、二つまた。さっきのクマはね、持ってたもんね。これは？どこで使うんだ？これじゃ使えないか。先にバッテリー二つ集めるのかなあ。あそこにもあるね。ただ開いてない。なんだろう。こっちもあるけど、あー、なんか、こっちに電力を持ってくる感じかな。はいはいはい。オッケーオッケー。間に合うか？間に合うかな？はい、取ります。で、走って、これまっすぐだっけ？で、上だよね。はい、ここ。で、こっから、ここ。これでいい？あれ？はい。あれ？あれ？え、どういうこと？あれ？え、音が不穏になってきた。あ、ここにもあるな。なんか音が不穏になってきたんだけど。なんだなんだ？とりあえず先に近いところから出るか。ここ。はい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 。開きます。ここにもあるね。これどんどん運んでいけばいいのか？あ、いるね。あれもらっていいかな？あ、取れるね。ありがとうございます。あー、もうこれ動かないよね、さすがに。バッテリー抜いたし。あ、動かないわ。うわー、でもなんか後に襲ってきそうな気もするんだよな。ほんとに。大丈夫か？あ、戻ってきた。よし。あと一つ。待てよ。さすがにここだと遠いから、こうして、開けて、こっから取るのか。多分あのね、五角形、六角形かな。のやつが主電源だから、そっから取らなきゃいけないんだよね、多分。これ間に合うか？あ、間に合うかも。こういうことか。これで、あー、やっといけた。意外と時間かかったな。うっ！びっくりした。ほんま。やめろって。びっくりした。うわ、ゾウさんもいるし。これ絶対わざとでしょ。ねえ、腰引く。
めちゃめちゃ腰低いハギーワギーいるんだけど、いい子だな。タグはモンスターを遠ざける。自分がモンスターだろ、何言ってんだ。2回のハグなら言うことなしさ。ほう、ハグしようよ。めっちゃハグすぎや。ハグは止まらない、壊れるまでハグしてあげる。いや怖いな、ハギーワギーがそのセリフ言うと怖いわ。イケメンが言ったらなんかちょっとかっこいいけど。でまたこれをやるのか。はい、これ楽しいんだよな、マジで。部屋の中でやるもんじゃないこれ。やばい、掴ん、あ、掴んだまま行っちゃってる。ははははは、話すの忘れてたからそのまま行っちゃった。おお、突っ切ったね。これ壁を壊したってこと？そういうことだな。はい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 、新たな場所に行けるようになったと。もう何でもありだなこれ、壁壊しまくりよ、何でもありだな。でこっちか。ほんほんほん、ちょいちょい扉、あ、行けるね。お、ロボットとかハギーワギーがやられてるみたいな。で悪魔がいるね。誰これ、これがもしかしてさ創設者かな、ポピープレイタイムズ社創設者かな、これ。ありえるよね。お、シンバルウサギ、シンバルシャンシャンウサギもやられてるし。なるほど。こっち、あ、やばい、ガスボンベ忘れないように。久しぶりだなガスボンベ使うの。さあ何があるんだ一体ここには。ここか、また通気口通っていく感じ。いや長かったね結構ここ、大変だったよ謎解きが。あ、この下もなんかあるね。こっちは開かないからこっちか。おいしょ。はい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 、これまだガス待ってるね。いやこの部屋は大丈夫か、この部屋は大丈夫そう。でここなんか黒板とかあって教室みたいになってて、あ、バッテリー、あれこれ持ってくんか、そうかこれ持ってかなきゃいけないのか。で、あ、あのおもちゃをやったってことはこっちに戻ればいいのか。じゃああのバッテリー入れに行こう。ここだ、はい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 、よし、コケコッコポチッとな、コケコッコポチッとな。これでまた階段が登れるようになったと、そういうこと。よし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 、これもう扉開いたよね。あ、開いてるわ、ここの扉開いたわ。はいはいはい、でもこれガス取って、ガスボンベ取って、明るいねここ落ち着くね。よし、この扉を開けていこう。なんかあんまりさ敵出てこないね今回、安全安心。なんか今回そんななんかさびっくりする要素ないわ。なんか基本的に謎解きメインじゃね、そんな気がする。なにこれ、はい、え、なに、押す、砲塔を使用する、なにこれ、砲塔を電柱に向ける、レバーを引く。あ、なんかある、なにこれ、どういうこと。あー、なるほど、これを使う意味があるのかな。私の手じゃ意味ないってこと、なんだろう。え、とりあえず1番、これどっちも2番だな、あっちにもあるな、なんだこれ、どうなってる。あ、待てよ、これ掴めるね、引っ張って、なんだこれ、なんだろう、やっぱシンプルにここか。でこれを回してこれでいいのかな、いくよ、はい、あ、これでいいの、トゥントゥン、あ、そういうことか、これにずっと押しててもらう必要があるんだきっと。で今これ押してることでここが下開いたね、なるほど、はい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 。で今度は多分あそこだと思うんだけど、これさっき引っ張れたけど、この扉が上がってることで引っ張れないっていうことは、多分これレバーを戻すんだろうな、そういうことか。でこれ引っ張れると、そういうこと。でこのまま飛んでいく、これ合ってるかな、合ってるっぽいけど、ただ自分が今何したいかよくわかんない。これ何したいんだ私これ、あ、これを掴みに来たのかな、そっか、回すにはこれを掴まなきゃいけないから。はい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 。あ、で、なるほど。この青いレーザーの向きを、こっちで向ければいいのかな？あ、やばい、ミスった。あ、でも合ってるね。これ合ってるね。はい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 。じゃあまたやるか。
よし。開けて、通る。これも、こっちに向けなきゃいけないのかな、多分。こういうことだよね。それで、この機械には、こっちを向いてもらって、レバーを引く。はい。そうなんだけど、この壁を下ろさなくてはいけないから、ここのレバーを一回戻します。はい。戻します。で、そして、これを、レバー上げる。これで、今どんな状況？はい、繋がりましたと。そしたらあとは、これをレバーを引く。どう？来た？わかんないな。なんだ？ダメっぽいな。うん？まあ、とりあえずこっち側先に起動させてレーザーを出しますね。で、私わかりました。これさ、このレバー引くと、この壁が上がっちゃうんだけど、それを阻止するための、この床だったんだね。だから、これ引っ張りながら、このレバーを引く。そうすると、はい、壁を上がるのを阻止して、あそこ開けられると。なるほど、結構時間かかりましたね。で、ガスボンベつけましょう。何の音？なんか不気味な音しますね。相変わらず。これどっから行けばいいんだろう。おお、待って、これ来そうだな。これ来そうだな。走ろう。こういうなんか細いところってなんかね、敵来そうな予感がするんだよね。来てないか。これは？ボタンがありますけど、お、セーブが入りましたね。はい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 。こっち行けない。あ、なんか降りてきた。なんだこれ。エレベーター？急に？でもなんか今回あんまり敵来ないね。よいしょ。言うてそんな敵来ないわ。また部屋に戻ってきたね。行ったり来たりだ。うん、相変わらずシンバルシャンシャンバニー、吊るされてますけど。なんかこの無駄に広い廊下とか怪しくない？お、螺旋階段。なんだこれ。あ、ロード入りました。ん？鍵開けた音？ん？上がってくか。はい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 。さあ、ああ！外出た、長かった！スイートホーム！スイートホーム長かったわ！てか、そういえば停電してたんだ。床ドン。ダメよ！離して！ポピーちゃん？悪者じゃない、キシミシってポピーちゃん？声かわいい、ポピーちゃん。この子はここが苦手なの。でもオーリーのおかげでここまで来れたのよ。あなたを見つけることもできたし。え？今キシミシに壁ドンされたよね。え、かわいい。あの石事故で怪我しちゃったわね。本当にいろいろあったわね。え、なんか急に声喋るようになって。もう本当のことを話すわ。来て。はい。こ、いやいや、字幕来いよなんだけど。字幕来いよなんだけど、怖っ。大丈夫よ。安心して。うん。なんかあるね。おう。キシミシはいい子なのかな？ポピーちゃんも結局やっぱ、仲間なのかな？これ何？おお！地下通路！マジでなんかガーデンオブバンバンみたいだな。いやー、キシミシに床ドンされちゃったよ。ドキッてしたね。いろんな意味で。私は敵じゃない。私も敵じゃない。困るの。うん。なんで？この出来事は一人じゃどうにもならない。うん。あなたがいないと、私たちをあんなにひどい目に遭わせた恐ろしいモンスターたちに復讐するために。なんか目が充血してる。行動は血走ってるな。すべて操られてるのよ。プロトタイプに操られてるんだ。やっていいわよ。何を？おお、蹴飛ばされた今。お？へへ、ちょっと手動いてる、かわいい。ちょっと手動いてるの、かわいい。かわいい！独特な座り方。
ハグしよう、ハグ。ハグ、ぎゅう、ぎゅう。お、こんな感じだね。キシミシーの後頭部。あ、いい匂いしそう。キシミシーなんかいい匂いしそう。落ち着きないな。めっちゃ足組み直すやん。おう、ポピーちゃんも。こんな顔だったんだ。こんな近くで見たの初めてだな。で、その懐中電灯ちょうだい。私も欲しいんだけど。ねえ。落ち着きないね。めっちゃ足組み直すやん。握手握手。握手握手。いや、なんか、化け物たちが操られてるって言ってたけどさ、それはハギーワギーとかもそうってこと？で、プロトタイプに操られてるって言ってたけどさ、そのプロトタイプっていうのが、このポピープレイタイム社の創設者なのかな？わかんないけど、なんかまた話が進みましたね。なんだ？あ、電気がついたのか。はい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 。いや、かわいいこの二人。この二人めっちゃ可愛いんだけど、ファンになりそう。へへ。毛つまんでんのかな、それ、ポピーちゃん。キシミシーの毛つまんで支えてんのかな、自分の体を。可愛い、でもキシミシー痛そう。電気がつきました。で、なんか、オーリーが、なんてらかんてら言ってたけど、オーリーも、このポピーちゃんたちと知り合いってことじゃあ。オーリー誰なん？あー、ごめん、待ってた？こっちに気づいてる。逃げようとしても、ああきっと入り口にたどり着く前に殺されるわ。怖いこと言わないで。あいつのせいで私は超長い間閉じ込められてた。超とか言うんだ、ポピーちゃん。どんなにひどい目に遭わされたことか。殺す手伝いをさせて、一緒にみんなを救いましょう。やるのか。知ってる、あなたならやれるって。ハギを殺し、マミーまでも私も自由に。あなたならきっとできるわ。ハギーワギーも、キャットナップが来る。マミーロングレックスも、あいつはプロトタイプが用意した最後の切り札よ。そうなんだ。逃げなきゃダメ。気をつけて。オーリーと話して。はい。ハギーワギーもマミーロングレックスも操られてただけで、悪いやつじゃなかったのか。じゃあやっぱ創設者が一番悪いやつで、ナップキャットも操られてるキャラクターの一人ってこと？てかなんか来るって言ったらね。待って、おーい、なんでだよー、おーい。オーリー、もう私の頼みはオーリーだけだよ。ねえ、また僕だよ。うん。ポピーから説明を受けたみたいだね。うん。ドームの予備電源もついてるじゃん。うん。次にやることは至って簡単。はい。ガス製造ゾーンの電力を復旧させるんだ。あ、そういえばそんなことしてたわ。さっきのホームスイートホームの建物に戻って、はい、入り口付近のどこかに大きな電源コードがあるはず。電源コード、それをゾーンの下に差し込むんだ。はい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 。電源コード、これか。あー、これか。はい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 。これをゾウの下、ゾウってさ、石像のことか。ゾウさんじゃなくて。なるほど。このまま降りてっていいの？ここまでも伸びるの？めっちゃ長。めちゃめちゃ長。で？待って、どっちだ？これか？え？どこ？やばい。なんか、くっつけられそうな場所がいっぱいありすぎてどこかわかんないんだけど。これか？絶対違うな。あー、戻っちゃったー！これかと思ったのに、ここかな？はい。これか！はい。ホームスイートホームの中でジェネレーターをオンにしたよね。そうだっけ？あれはあの建物だけの予備電源だったんだ。ほん。どの建物にもあるはずさ。これでホームスイートホームの予備電源をここへ引っ張ってこれたね。ほん。これで半分は終わったよ。やっと半分ですか！次はどこへ行こうか。ちょ、待って、これで半分！は危険がいっぱいだからな。遊び場なんかは特にね。すげえ。そうだ。学校なら大丈夫かもしれないね。かもしれないって。キャットナップはそうめったに来ないから。いや、絶対来る。今鍵をあげるね。これ絶対フラグだよ、今の。絶対フラグだよ、今の。そう来ないとか言って絶対来るやつだから、これ。ねえ。で、また鍵が送られてくるのね。はい、ありがとう。やっとこれで半分か。もうね、2時間半プレイしてますからね。私がまあね、シンプルに、謎解きが遅いからっていう可能性もあるのと、あと探索めっちゃするからね。うん、時間かかってるかもしれないんだけど、やっと半分ですか。
これかな？これですね。はい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 。いや、まあ、なんか敵来ないと思うからもう安心してやるわ。ナップキャットは多分ね、最後の最後に来るんだと思う。だからそれまではね、もうただただ謎解きだと思うからもう安心してもうサクサクやっていくわ、これからは。オッケー。安心。急がないと。ジェネレーターをオンにして離れて、学校の電源コードを中央に差し込んで。気をつけなきゃダメだよ。ドームのあっち側にいるときは君に連絡できないから。そこには何かがいる。一人じゃないから気をつけて。そいつは君の。おい、おい、オーリー、私今さ、これもう絶対来ないから大丈夫とか言っちゃったやん。もうフラグを一瞬で回収するのやめてください。こちらはリライソ、お取り込み中失礼します。誰誰、皆さん、ベルが鳴るまで席を離れないように。誰、パスなしで廊下に出ちゃダメよ。何言ってんの、何言ってんの、ねえ、ちょ、何言ってるか全然わかんないんだけど、どうしたの急に。あ、バッテリー、ほい、これどこに使うんだ？これ学校だね。まあ、可愛いっちゃ可愛いな。言うて。言うて可愛いっちゃ可愛いな。誰がいるって言った？だから誰かいる言うてだけど。来るのか？職員室っぽい場所もありますね。はい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 。襲われるのこれ。こっち開いてない。バッテリー入れる場所なんてあったっけ？あ、ここか。よし。一個。で？もう一つ必要なのね。はいはい。これは？これじゃね？シンプルに。ただ、開いてないと。開ける必要があるということかな？この上行けそう。この上行けそうだね。なんか掴める？掴めない。じゃ、逆にどっかから上に上がって降りてくんのかな、ここに。そんな気がするわ。でもね、皆さん、恐れてはいけません。恐れず。なんかいたな。え？なんかいたな。なんかいたな。え？いや、恐れず行こう。よし！来るなら来い。来るなら来いでもできるなら来ないで。できるなら来ないで。来るなら来いでもできるなら来ないで。うん。あ、この下くぐれるのか。なるほど。そして、ああ、あそこにもつける場所があるから、電力を持って、あら、見覚えがあるわ。何が？そう、思い出した。誰？ここで働いてたでしょ。いや、働いてないですけど。これ上上がれんの？生きてる？ん？何よ？バーブ？バーブ？ああ。誰？バーブによると同僚を探してるみたいね。バーブ誰？キャットナップは許さないわよ。何言ってんの？出て行って。誰が？死にたくないなら。怖いこと言わないで。ブーンじゃないから。怖いこと言うのやめて。ねえ、本当にさ。お！あ！ここに繋がるんだ！なるほど！この柵の中に繋がったんだね、網の中に。これで、戻って、こっちに降りて、はい。これで、よいしょ。着きました。これをゲットしたら、あ、なるほど。この下くぐって、確かあったよね。どこだっけ？ここか。はい！こういうことか。ね、さっきの人来る？さっきのなんか、人、来るの？なんか、怖いよ。で、ビデオがあるところには来ないと思うから、まだ大丈夫。どっかのタイミングで襲ってくるとは思うけど。でも、ナップキャットではないもんな。さっきチラッと見えたのは。さ、ビデオ、ビデオ。暗いな。ビデオないな。こっちか？ビデオある？ないね。さっきの人もどこにいるんだろう。もうなんか私、適当に歩き回ってるけど大丈夫？これまた上がれるね。上がってっていい？おいしょ。こっちで合ってる？もうなんかさ、ひたすら進める方向に進んでいるけど、通気口通りで合ってんのかな？てかマジでグラフィック綺麗。
本当にグラフィック綺麗だな。最初から綺麗だったイメージもあるけど。危ない危ない。これ上を通っていくんだね。いる？人の話を聞かないのね。うん、そこは他の人間たちと同じ。天の尺だもん。天の尺だもん。あなたの悲鳴もあいつらと同じかしら。何が？悲鳴？楽しみでたまらない。なに？何を言ってるの？やめてよ。開かない。あ、これを溶かせばいいのか。そういうことか。こうして、開けられるようになったと。なるほど。これ多分襲ってくるな、そろそろ。そろそろ襲ってくるな。待って。ここか。はい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 。これで。この人か！さっき言ったのは。生徒の皆さん、私たち姉妹を見つけて、いろんな面白い哲学を学びましょう。二人いるの？ボタンを押せば人間について学べます。え？人間について学べます？生徒人間じゃないの？知ってました？人の血管の長さは合わせると10万キロメートルになります。じゃあめっちゃ怖いこと言ってんだけど。ちなみにですが、うるさい。地球一周の距離は約4万キロメートルしかありません。いや、サイコパスカーあるな、この人。この人サイコ臭するな。うん。またセーブが入ったってことは、これ合ってるっぽいね、ルート。で、またこれ繋げるやつかな？ 1 から、これ多分、ここ当たって、2。うわ、なんか久しぶりだな！おー！すごい、エンジン音がすごいんだけど。いや、すごいな！いやところから出てきた。キャットナップが来る。準備。いや、ど、そう、いや、いや、そう、じゃあ、それずるくない？それずるくない？そこで待機はずるくない？あ、もう音がさっきよりも怖くなってるもん。オッケー。この辺で待機しよう。はい、行きます。さよなら。怖いです。怖いな、怖いです。ここどこ？あ、間違えた。ルート間違えた。見てる。そこでずっと見てる。待ち伏せはやめて。こわ、激こわ。何それ、なんでこっち見てないの？ねえ、おい、こっち、みんなこっち来んなよ。何で止まってんの？だるまさんが転んだ。本当にそうだ、本当にそうだ。これ見てれば大丈夫かも。逆にやばいやばい。激怖。あ、君が壊してたんだ。なるほど、見てれば大丈夫だと思う。待って、どっちだっけ。見てるよ。はい、来るよ来るよ。はい、見てるよ見てるよ。バッテリーどこだっけ。これか。はい、入れた入れた。どこ、これどこ、どこがいた？あ、でも閉まった。もうこれ来れなくない？イエーイ、バイバーイ、バイバーイ、残念でした。イエーイイエーイ。ほな行きますか、ほな行きますか。さようなら、さようなら。来てる、来てんな。え、怖い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 。あ、待って、電力必要、電力必要。これ電力必要ね、ちょっと電力取ってきていい？ダメ？いい？じゃあ失礼します。あ、優しい優しい。電力どこだ？ここか。あった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 。オッケー、落ち着こう。大丈夫、いける。急いで走って後ろ向く。はいはい、来てるね。ただ入り口に立たれると困るから、
怖い。一瞬こっちに引き寄せよう。オッケー、これでいい、これでいい、これでいい。入り口開いてるからね。あったら急がなきゃいけないのか。そっか。でもこっからいける、こっからいける多分。待てよ、声が怖いのよ。急げ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 。はい、振り向く。よし、縛れ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 、縛りなさい、ドアよ縛りなさい。なんで縛らんの、なんで縛らんの。ちょっと急ごう、ちょっと急ごう。振り向く、来てる来てるね。意外と距離ある、意外と距離ある。大丈夫大丈夫、行こう、走れ。来てる来てる来てる、大丈夫大丈夫、落ち着け、顕著な顕著な、大丈夫だよ。弾で後ろに電源があるね。とりあえず取る、でつける。そっちかー、大丈夫この距離、この距離平気ね。ありがとうございます。見てるよ見てるよ、だるまさんが転んだだからね。これどこ、これはどこ、わかんない。これどこ、後ろ見てよ、後ろ見てこう、後ろ見ながら走ろう。電源必要だな、電源必要だな。そっちから来るんだ、そういうパターンもありですか。なるほど、電源どこ、やばい、ちょっと待って、やつやつで気を取られて電源の場所がわかんない。あ、わかった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 、扉があるから、わかった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 。この棚をどかさなくてはいけない。オッケー、急いで扉開けるよ、急いで。あ、いたいた、いや待って、今のはきついって。どっから、これ最初からだったらマジきついよ。嫌な予感する。嘘でしょ。いや多分ね、最後がここの2箇所ね、一気につけるんだよね。だからどうしよう。このね、すぐ右の部屋にあるんだけど、電流がいけるか、見る、奥つける、いけるかも、いけたかも、いけたわ、これいけたわ。ラストでしょさすがに、こんだけあれば。さしまれ、さしまれ、はい、勝ったー。残念、今度こそさらばじゃ、バイバーイ。結構時間かかった、結構時間かかった。あ、貫通してくる、あ、まさかの貫通してくる。いや、それは聞いてないんだけど。ねえ、え、貫通は聞いてないって。バッテリーを拾います。二つ必要なところもあるから、とりあえず、一つのところに、つけるよ。ほい！オッケー。つけたね。今開いてるね。怖すぎでしょ！ちょ、頼むからセーブ入ってほしいんだけど。マジで。もう常に後ろ向こう。常に後ろ向いてバッテリーを探す。あった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 。大丈夫。バッテリーの方が楽だな。これは。バッテリー探しのがまだ楽。はい、通る。オッケーオッケー。いいよ。電源をね、やるやつは時間制限あるけど、バッテリーは時間制限ないからね。これ結構柱とかでもさ、追いかけてくるのきついな。一周走ろう。振り向く。オッケー。よし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 。今度は、どこ開けようかな。右かな？ちょ、待てよ。ほい！ちょ、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 いこちょ、よし！で、その後ろの扉怪しいね。その後ろの扉怪しいね。でもこっちも扉あるね。最終的にエグジットって書いてあるから、その奥を開けた方がいい気がするんだけど、一旦こっち寄せ付けるか。一旦こっち寄せ付けよう。オッケー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 。はい。寄せ付けて、寄せ付けて、いいよ。このまま後ろ回って、扉があるんだよね。急ごう。ここ。開けた？扉開いたよね。開いてない。あ、閉まってる。危な！え？鍵どこ？あ、あそこ電流が必要なのか。待って。
もしかしてだけどさ、取り外せるんだ。再利用可能か。オッケー。で、一旦こっちに引き寄せて、ちょっとだけ。ちょっとだけ引き寄せて。いいよいいよ。このまま。急いでバッテリー入れよう。急いでね。はい。入った？入ってないかも。入ったか？入ったっぽいな。入ったけど電力が必要みたい。電力必要なんか。っていうことは、これまだ行ってないのが左だから左側に電力があると見て。はい、通る。このまま。こっちも。通る。で、はめる。怖いね、怖いね。ちょっと離れるか。はめる。あ、違う。はめる。オッケー。はまったね。通れるかな？ちょっと失礼しますね。大丈夫ね。よし。これで？あったね、電力。電力ありました。こちらにありました。ただ、ちょ、待てよ。この扉さえ開けちゃえば、よし。そこのゲートはもう開けなくて済むと思うんだよ。だから、すぐ開ける。開いた？開いた、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 開いた。オッケー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 。これで、これで、怖すぎ！オッケー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 。やばいやばいやばい！これ取るじゃん。こっちも取るじゃん。で、このまま、大丈夫？もうめっちゃ慎重になっちゃう、怖すぎて。はめる。もう一つはまってない。一回こっちに引き寄せよう。やばい。もう怖すぎる。一回こっちに引き寄せるよ。いくよ。この辺に、1、2、3。よし。もう笑い声がマジ怖いよ。女子力なさすぎ。これで、急いでバッテリー入れよ。はい、バッテリー入れる！怖い！これバッテリー入ったかな？ちゃんと。入ってないね。入ってないね。もうちょい引き寄せるか。だるまさんが転んだ。うぅ。だるまさんが転んだ。うぅ！怖い！これは、走る！もう最初からもうやーだー、わがままだなじゃないよ。もうここまで来たのに、あー、よし、ここまで戻ってきました。いけるかな今度こそ。あとは、そこのゲートを開けて、電源を入れるだけなんだけど、もうここ油断しない、マジで。絶対に油断しない。オッケー。一個入れたね。で、ここはもう余裕持ってこっちに来させる。もう対角線上に引き寄せて、引き寄せて、こんくらいあればいいかな？いや、もうちょいだ。こんくらいあればいいかな？ダメだ。もうちょい。いくよ。引き寄せて、引き寄せて、怖い！これならいけるか。この距離ならいけるか。もう君の顔は見たくない。さあ慎重に行こう。はめた。あぶ、大丈夫大丈夫。あとはそしたら本当に電力を取るだけ。オッケー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 。走る。見る。ほい。開いた。これ開いたね。やっと来た。もうお別れか、さすがに。さすがにお別れか。え、めっちゃ来るんだけど、めっちゃ来るんだけど、なんで、なんで、やばい、待って、なんかめっちゃ来る、めっちゃ来る。下ろして、下ろして。いやー、はあ、長かった。ねえ、オーリー！もう一人で頑張ったよ！ねえ、長かったー！多分カットしてんだろうな。ハッピーホップスコッチよ。一緒に月までジャンプしない？かわいいな。3つ数えるね。うん。1、2、3！
はい。全然ダメ。もう一回。1、2、3。はい。ダメ。下手すぎる。うお、そんな言う？こっちは疲れてきてるんだって。ね、で、これはどこ行けばいいんだ？これが邪魔なのか。お、3、スクロール。なんだこれ！バッキュン、手に入ったバッキュン。何これ？で、ここ開いたね。いや、マジで大変だったんだけど。ねえ、やっとセーブ入ったよ。もうしばらくは化け物来ないと思うよ。きっと。そう願うよ、私は。で、これバッキュン、何これバッキュン。え？何これ？炎を出すんだけど。バッキュン。あんなところにある。バッキュン。どういうことこれ？あ、あのバッテリーは普通に手で取るのか。なんだ。バッキュン関係ないか。もうなんかバッキュン手に入ったからさ、バッキュン使うのかなと思ったけど。で、何ここ、これあれか、施設に来る途中に通った場所かな。とりあえずビデオ見るか。これバッキュンの説明かもしれない。さあ見ていこう。あ、違うな。何この手。このポンコツエレベーターめ。なんだリッチ。いや、なんでもない。全員に嫌われてるわけじゃなくてよ。何言ってんだ、よくわかんない。もういいや、いやいやいや、全員じゃないさ。うん、いい。てか結構遠くまで聞こえるかも。まあ行っちゃうか。あ、で、あ、バッキュン手に入ったけどさ、これ一回変えるね。2か、これか。はいはいはい。久しぶりにこの手使ったな、紫の手。緑や。プルスウルトラ。はいはいはい。これ登っていく感じか？ここら辺はもうね、完全にただのアスレチックだね。うわ、安心だわ。安心だわ。こういうところ敵来ないからね。よーしよ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 し。で、これ何これ？また変える？これを？どこに持ってくんだ？ここか。合ってるこれ。はい。で、変えて、飛んでく。こういうこと？はいはいはい。これ合ってんの？あー！ん？やばい、切れちゃうな。切り替えが大事なのか？こうして、こうして、切り替えて、はい、飛んでく。で？これ上行くのかな？こういうことか。で、このまま、飛んでく。え、ん？飛んでく。はい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 。おいしょと。これなんか、この電力が切れるまでに飛ばなきゃいけないっぽいな。あ、これ間に合わないかも。これ間に合わないか。あ、なるほど。これ電源がないと、この紫のジャンプが使えないのか。はい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 。じゃあ、また、急いで、こうして、で、切り替えて、もうこれ一回もミスできないね。もうちゃんと一回でクリアしないと。飛んでく、こっち。で、こう上行く。で、多分ね、この向きに飛ぶんだよ。この手形の向き。多分そういうことだ。全然違う。待って。どこ？間に合った？あー、間に合った。オッケー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 。よーし。さあさあさあ。いいね。この要素楽しいわ。このジャンプは私一番好きかもしんない。アスレチック要素で。で？これは？あ、保存。セーブ入ったね。これ下降りていいのか？いいっぽいな。またこれか。どこを最終的に繋げればいいんだ？とりあえず、はい。これを、この向きか？で、こうすると？これどこ行く？そっち側に行くと。なるほど。いや、多分だけど、これは、この方向だな。おそらく。多分ね。で、この向きは、まあ、ここか。こうすることで、そう言って、あっちに繋がるはずなんだよ。で、上のやつを、手形を、この向きかな、多分。で、あっちに繋げるでしょ？はい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 。そしたら、またこれ飛べんのか、これ。ちゃんと飛べる？これ。ほい！あ、いけるね。超ギリギリ。で、こうビームが来るってことは、
手形の向きをこの向きかな。はい。で逆に今度はこれをこの向きかな。おそらく多分これで合ってるでしょう。やってみよう。一発でいけるか。よいしょ。これで電源オン。ビヨンビヨンって上行って、ビヨンビヨン行って、こっち行って、こっち行って。どう？上がってってるね。上がってってるね。てか、私あれ乗んなきゃいけないんじゃね？思ったんだけど。ちょっと待って。多分私あれ乗んなきゃいけないんだ。そういうことか。だから、こっち側から、レバーを引っ張るのかな？多分。そういうことだ。ここに乗っておいて、レバーを引く。こういうことだな。はい、来てる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 。おー！私これ得意かも。この仕組み結構得意かもしれない。楽しいな。よー、難なく来れました。てか、そういえば、キシーミシーとポピーちゃんどこ行ったんだろうか。ね、元気にしてるかな？私のこと置いてったけど。なんで私のこと置いてった？なあ。そういうのか。え？音怖っ。ヒューヒュー言ってる。何この音。これは降りてくでいいの？危なすぎだろ！この降りるやつ。音怖いって。何急に。何この不穏な音。こっちかな？あ、こっちっぽいな。おーしよしよしよし。なんか、アスレチックとかになるとスムーズだわ。マジでさっきのさ、追われてる状況が怖すぎた。ね、追われてるとかになると焦っちゃうからさ。はいはいはい。これどっち？こっち？これは別に今追われることはないもんな。待って、学校は抜け出してないのこれ。学校は、これだこれ。プレイハウス。あ！ここから脱出したのか？え？なんかいる！え？おーい！襲われるんかい！ちっちゃいから可愛いって思っちゃったけど、プロトタイプに敬礼。やだね。彼は素晴らしいやつだと思わない？思わないね。なんだよ、ハギーワギーとかって悪いやつじゃないのかよ。じゃあ、僕、ボビーベアハグ。可愛い。大好きなの。そうなんだ。なんかめっちゃ追いかけてくんな。あ、やばいやばいやばい、行き止まりだ。なんかどっか行った。なになになに？何今の。キューヤーとか言ってたけど。なんだなんだ？あれ追いかけてくんのかな？よくわかんないけど。ここは入れない。もう来ないか？あ、いる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 。なに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 ？なん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 ？なんなんこれ？ちょ、来ないでくれる？やばい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 。これどこ行けばいいの？どこ行けばいいのこれ？ここか？入れない。やばいやばいやばい。くる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 。やばいやばいやばい。なに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 ？どうしたらいいんこれ？ねえ。わかった。これだな。バッキュンだな、これこそ。おぉ、バッキュン。そういうことか。なるほどね。ここで使うのか。これどこ行くんだ？こっちか？はい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 。また来たらバッキュン。また来たらバッキュン。で、この下を通るのか？めっちゃ暗いな。めちゃめちゃ暗いけど。来た、バッキュン。そういうことか。めっちゃ笑ってるなあ。あれも手下のうちの手下なのか。え、やばいやばい、いる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 。結構来るな。結構来るな。やばい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 。なんだその動きは。一回バキューしたら、巣に戻んのか、これは。そういうこと？でも結構来るよ。あそこの扉行きそうだよね。開く？開かない。どこ行くんだ、これ。上か。いや、この穴かな。バキュン、バキュン。で、これ通るか。まあ、さっきのね、女の人の先生かな、あれは。先生よりは怖くない。先生のやつは見た目が怖かったからさ。これはぬいぐるみだから怖くないね。やばい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 。なるほど、光が怖いのかな。光から逃げてくね。こっちかな。あ、なんか出た。なんだこれ。これ正解か。あ、保存されたってことは、迷路、出たっぽいわ。よかった。で？なんだこれ。暗いな。暗いからこうやってやんのか。
なるほど。これで照らせるってわけね。はい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 。うわー、どうした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 。めっちゃ震えてるな。めちゃめちゃ震えてるけど。うわー、びっくりした。反応薄っ。あ、こっちっぽいな。はい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 。で、こう通って。なんかすごいね。アスレチックみたいだわ。そう、ギャーオー言うてるけど。そんなギャーギャー言わないで。これは？これポチってする？ポチ。もうごめん、なんか大事な機械燃やしちゃったけど、これ大丈夫かな？どこにいるんだ？ここか。はい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 。これ押すのか？ポチ。なるほど。よし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 。もう一つボタンありそうな感じはするけど。おー、いた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 。で、ボタンこれか。よいしょ。これで？いや。ボタンずっと押してなかな、押してなきゃいけないとかあんのかな、これ。外すとさ、電源切れちゃう。切れちゃうな。あ、あんなところにブロックがあるわ。これで押すってことか。そういうこと？こういうこと？よいしょ。こういうことか。はい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 。うわお！びっくりした！すごいところにいたな。反対側もじゃあ多分そういうブロックがあるんだろうね。よし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 。はい。はい、これで OK？ 押せたはず。多分。はい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 。これでいいのかな？これでボタンを押せる？やっと来たー！ほう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 。なんか移動したな。めっちゃ回ってんな。これ乗ればいいのか？こうやって。はい。あ、これシンプルにさ、あ、手で押せるってことか。そういうことか。はい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 。で、こっち側に行くと。なるほど。なんかめっちゃ笑い声するんだけど。大丈夫？どっかいる？どこ行けばいいんだろう、これ。上でいいのかな？なんか下も繋がってたっぽいけど。合ってる？これ。いや。上は違うな。イグジットってあるけど多分行けないよね、これ。瓦礫があるから。そうだよね。じゃあ下か。いや、ポピープレイタイム3。めちゃめちゃ長い。いや、私が遅いのかな。私が遅い可能性もあるけど、かなりボリュームがあるイメージ。だってもうね、4時間ぐらい撮影してるからね。うん。すごいよ。お、なんか繋がった。プール？プールかな？なんか画面にあるね。はい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 。ここは開かない。いろいろ探してみるか。なんかあるか？これ以上なんか襲ってくる系の化け物いんのかな？ちょ、サクサク行きたいね。サクサク行きたいね。え？牢屋？なんか牢屋っぽくない？え？闇深いんだけど。で、ここ開いてる。君はポピーに言われて助けに来たんだね。ここはもう出遅れだ。ここはキャットナップの家、奴らの家。今まさに無数の目が見つめている。え、とてもお腹を空かせている。君の柔らかい体をゆっくりと引き裂いて少しずつ食べたいと思ってるんだ。怖っ。空っぽの心をたっぷり満たすためにね。あの化け物キャットナップ、プロトタイプを神のように崇め、このように異端者を懲らしめている。とんでもないやつや。小さなおもちゃたちは死を恐れてキャットナップに従うんだ。そして餌をもらう。ああ、抵抗したさ、プロトタイプの支配に。僕はスマイリングクリッターズの生き残り。よく聞いて、君はここを抜け出して生き残るんだ。君とポピーならできるよ。この地獄と苦しみを終わらせ。ああ、やめてくれ。いいから、早く逃げろ。
これさ、ここ行くじゃん。で、こうなるじゃん。そこ誰か閉めるんだよね。どういうこと？戦うの？これ下も、あ、なんか燃やせるとか？やばい！やばい！来る？来る？やばいって！うわー！ちょ、え、うわー！え、これ合ってる？わかんないわかんない！なにこれなにこれ？あ、やばい！こっちか！あ、やばいやばい！クリ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 ！あ、やばい！追われてる追われてる追われてる！どうしますか？どうしますか？これまた！あれだな！あー！やばい！痛い！ちょ、待って待って、お猿のジョージになっちゃう、お猿のジョージになっちゃうから。これは合ってる合ってる、急な分かれ道やめて。うわ、これ多分右だな。いやー、マギちゃんもう無理だ、もうだー。オッケー、でもね、もう分かった、ここね、これが降りるんだね。はい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 。いや、めっちゃいいやつなのにね、もう食いばしか体をね、もうこうなっちゃってからはかわいそうに、もう操られてるんだよね。かわいそう。でもどこ行く？こっちか。やばい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 。暗いな。でも多分もう大丈夫。なんかもう慣れたかもしんない。この追われる系だいぶ。あ、そうだった。閉まるね。はい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 。明るく、明るくね。灯すの大事かもしれない。さっきどうやって死んだんだっけ？これ右から、なんか分かれ道右から来るから、これはまっすぐ行って、左行ってみるか。左、あ、行き止まり。あ、まだ間に合う？これ間に合っちゃう系？おーおーおお、何？あ、こっちか。危ない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 。ほい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 、これまっすぐでいいのかな、まっすぐでいいのか。いや、多分違うな。多分なんとなく違った気がするから。お、適当に行ったら合ってるんじゃね、これ。ブイーン、前から来るは聞いてないです。これ右から来るから、これ無視してまっすぐで、これ左行ったんだっけ。で、また左行ったんだっけ、確か。で、行き止まりだったから。そうだそうだ。あれ、左行って左は行き止まりだったんだ。で、降りて、上行って、で、これなんだっけ？これは、まっすぐ降りてみるか。まっすぐ降りてみて、あ、これ、どっちにしても繋がってんのかな？はい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 。あれ？さあさあ、ドッグデイちゃん。もう今度こそ決着をつけようじゃないの。対戦、よろしく。はい。いいかも。早く、行け！逃げろ！いや、これ残酷だよな、マジで。マジで残酷だよな。マジマジと見ちゃったけど。ドッグデイ！今の今まではいい子、でもこっから悪い子になっちゃう。対戦、頑張れ。私はドッグデイのためにも生き残るからな。絶対に。ドッグデイ！ありがとうな。よし。頑張ろう。待てよ。道覚えてる。あ、そうだそうだそうだ。毎回これわかんなくなっちゃう。前が閉まるの忘れちゃうな。で、これは、左。はい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 。まだまだ大丈夫。で、これまっすぐ。で、これも左だね。これ左で、これ右なんだよ。さっきまで左来たけどね。で、で、ボクオバイトンコ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 ン。で、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 これは多分ね、まあ、左でいいのかな？わかんないけど。左通る。待って、なんだっけ？なんだっけ、これ。で、なんか、あ、こっちやこっちや、待って待って待って、早く言ってよ、早く言って、あー、それ、早く言ってくんないから、紫の手使う予定。で、滑り台、この辺でもう、じゃ切り替えちゃおっか。よし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 。で、これ左だったよね。左側に進むんだよね。オッケーオッケー、あー、もういけるわ。ドッグデイ、さらば。じゃあな、バイバ。なんでな。なんでミスるん、ここ。はい、今度こそ行きますよ、今度こそ。今度こそちゃんと飛び越えてくださいね。プルス、ウルトラー、なんでだ。ちゃんと飛ぶよ、ちゃんと。うん。急がなくて大丈夫。ある程度急ぐけど、急ぎすぎずで大丈夫。しっかり飛ぶよ、しっかり。はーい、なぜー、あ、保存された。保存された、でも。あれ、保存された。これ、行った？ギリ飛べたっぽいわ。ラッキー、やったなんで届かない、でも。にしてもなんで届かない。もういないよね、ドッグデイ。ドッグデイもいない。ドッグデイのミニ、行け行け、遠くまで。え、なんか悪いやつじゃなかった。なんで突っ立ってんだ。なんかもうさ、僕のことはいいから早く行けって言われてる気分。ここにいちゃダメ、さっさと行けよ。あー、ドッグデイ、
すぎる。やばいやばい、もう行かなきゃ。ごめん、ドッグデー。うえ、いいやつだった。ねえ、大丈夫だった？いやー、久しぶり。怪我とかしてないといいんだけど。いや、めっちゃ死にました。本当に無事でよかった。もうこれ以上友達をなくすのはごめんだから、ね、いや、実はもうね、なくしてるんで、なくなりました。ね、何回も。神殿は見つかった？キャットナップがプロトタイプに作った。あのね、実はキャットナップがその狂ったのは大きな事故に巻き込まれたのがきっかけみたいなの。そうなのか。死ぬところだった。でもプロトタイプが彼を救ったと噂されてるんだ。はあ。自分の自由と引き換えに彼の命を。キャットナップにとってプロトタイプはスーパーヒーローだ。この場所を救ったからね。プロトタイプを神様とみなし、逆らう者を皆殺しにしてる。ああ、もう信者なんだね。僕らも殺されちゃう。あの神殿怖いと思った。あれくらいでビビってるなら、この先にもっともっと怖いものが待ってる。とにかくゴールは間近だよ。本当に？新しい鍵を用意した。次はカウンセラー室に向かってもらうからね。カウンセラー室、十分な電力があるはず。あそこにあるジェネレーターを動かしてつなげれば準備完了さ。本当に？また絶対終わるでしょ。あの影やチカチカした明かりの中に奴は隠れてる。はあ。あいつはまず獲物を観察する。そして持ってる武器を取り上げちゃうんだ。そうやって相手を弱くして殺す。あいつは狩りの天才だからね。猫が？また後で。オーリー、どこにいるの？さあ、今度はここらしいですね。不気味な建物。また絶対追われるやん。ポピーちゃんは？ねえ。ひしみし？いないの？いやー、これ何？あ、また、あれか。ここ閉まって、こっちも閉まってる。バッテリーが必要なのかな？あ！こんなところにある、なんか。あった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 。おいしょ。これで、はい。開きました。ここにもバッテリーが必要ですね。どっか隠れてるんじゃないかな？こういう椅子の下とか。バッテリー引っこ抜いてくるとか、もしかしてこれ。そうっぽくない？あー、なるほど。使い回しタイプか。はい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 。おいしょ。なるほどね。さあ、暗いですね。ここにも化け物がいるのか？ナップキャットはほんと最後の最後に出てきそう。いつもなんか最終的に追われるみたいな気がするんだけど。うわ、マジで可愛い。あ、バンゾバニーだっけ？あ、ブンゾバニーだ。やっと名前思い出したわ。ブンゾバニーみたいな。ね。何これ。開かないな。そうだそうだ。シンバルシャンシャンはブンゾバニーだ。これも開かない。ちょいちょい塞がってんな。あれ、バッテリー結局必要なのか。うん。待てよ。なんかいる。なんか通ったね。ナップキャットか。ナップキャットか、今通ったの。不気味な音してるけど。入れない。あ、取れた。よし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 。やばい、男は男怖い。もう怖くなると私喋れなくなっちゃうからね。怖くなると喋れなくなっちゃうからね。いや、ただまだ終われないと思ってる。まだ終われないと思ってる。大丈夫。それがそもそもナップキャットじゃない説もあるからね。ここ開かない。ここは開いてる。はい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 。特に何かあるわけではないかな。こっちは？ここは開いてない。ヘルプ。ここは？開いてない。いけない。上か？これ大体上なんだよね。そうなんだよね。はーい。おい、ちょっと。また通気口。
こっちもあるよ。え？何ここ？よいしょ。なんだ？あ、でも保存された、セーブが入りましたね。もう下手だって、ジャンプ下手だって、なんでこんな下手な。ほい！あ、前に進みながら飛ぶとうまくいくね。お？どこだ？上でいいのか？なんだこれ。あそこ登れるね。はい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 。ただ、電源がこれ、入ってないね。あ、こうして、こうか？はい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 。あっち側に飛べばいいのかな？ほい！あー、オッケー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 。結構伸びるね。で、ここからも繋いで、どこに飛ぶんだ？どこに飛ぶんだ？あんな高くまでいけないよな。ほい！お？わかんない。待ってよ、結構むずいな。おいしょ、飛ぶ。で、待って、結局あっちに戻るんだとしたらさ、一回離して、こっちからでもいいのか！こっちからでもいいのか！なるほど。順番があると思ったけど、別にそういうわけではないのか。こうして、あ、なんだ！これでいいのか！はいはいはい、意外と頭使うんだよね、これね。で、パー、オッケー！よし、気持ちいい。この、溶けた時の音気持ちいい。どこが開いたんだ、これでも。これどこが開いたんだ？また渡るか？よいしょ。ここら辺いじれない。あ、こっちか？こっちっぽいな。よいしょ。はい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 。あ、保存中になったわ。オッケーオッケー。これで？なんかオフィスって書いてあったけど。会社？これが、プレイタイム社ってこと？ハギワギいるね。残業してる人いませんか？大丈夫ですか？やたらとクッションとかあるよね、ハギーワギーの。ちょいちょい光ってんな。あ、ビデオだ。これ見るか。見れる？見れない。はい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 。あっちから来たんだよね。ってことはこっちか。いや、鍵が閉まってる。鍵を探す必要があるのか？あ、待って。これビデオテープ見れんじゃん。はい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 。誰？ああ、これはハートマンご夫妻。どうぞこちらへ。さあ、おかけください。この映ってる人と会話の内容違くね？見学はいかがでした？その、予想を超えました。ルートヴィッヒのスピーチを聞いて、ここの素晴らしさを確信しましたよ。これは工場のこと言ってんのかな？本当に魔法みたいな場所なんです。入った瞬間から我が家のように感じました。入り口のドアを開けた瞬間に感じました。二度とここを出ることはない。まるで子供の頃に住んでいた家を思い出して心が落ち着く感覚。それでジェルミーにもそういう家よ。はい、養子に迎えたいと。あ、孤児院の話してんのかこれ。お二人ならきっとあの子の。何か、そのとても、これ誰なんだ、これは。事情があるようで。事情って、あの、どんな事情なんです？わかりません。そのテスト中とだけ。あ、どういう意味です？教えて、どういう意味？グレイバーさん、めっちゃ聞くやん。説明してくれませんか？ねえ、担当者でしょ、どうしてわからないの？どうして今になってそんな。やばい、揉め事が始まってる、揉め事が始まってる。すいません。何今の会話、意味深すぎるでしょ。うどぅ、びっくりした。うお、いや、これ誰がわかる？たまたま適当に手伸ばしたら落ちてきたけどさ、これ、わかんないでしょ。ラッキー、手伸ばしてよかった。私手伸ばせなかったら絶対わかんなかったわ。あれはね、
もうみんなわからんよ。ねえ、私クラフティーコーン。バイバイ。お絵かきとバイバイ。バイバイ。でもクラフティーコーンちゃん別に悪い子じゃないのかな。そうか、別にみんな別にもともと悪い子ってわけではないもんね。操られてるってことだもんね。シンプルに。ここなんかあんのかな。特に何もないか。うん。これは？エレベーター使えないね。はい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 。ここ開かない。ここは？開かない。で、水も滴るいい女。で、上がれる。はいはいはい。これどっち行く？こっちか？どっちも行けんのこれ。わかんない。広いなぁ。てか、マジでやること多いんだよね。お。繋がったね。これどこだ？開く。よいしょ。バッテリーが必要。あ、やばい！あっぶな！危ない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 。ドキドキしてるドキドキしてる。ナップキャットの臭い息が充満してたわ。ここにバッテリーが必要でしょ？どっかにバッテリーがあるはず。バッテリー、バッテリー。あ、電力ね。はい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 。これか？はいはいはい。あ、これも電力。あれ、大元の電力がどこにあるかだよな。あ！バッテリーあっちから引っこ抜けたわ。ラッキー。取れるかなと思ってやってみるもんだな。おいしょ。これか！多分これが大元電力だ。はい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 。そしたら、手変えて、よし。で、はい、つける。もう一個あるな、こっち。こっちにもあったわ。なるほど。ここにも、電力をつけなきゃいけないと。いや、暗いな、マジで。つける。おいしょ。三箇所ね。はい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 。ここ、電力もらう。ラスト。はい。なんか開いた？開いた音したな。さあ、どこ開いた？ここ？ここが開いたのか。保存中来ました、保存中。で、またこれか。まあ、これは割と得意だからな。で、また、レバーをオンにして、こうしたらなんか変わる？あ、なんか開いたっぽいな。開いたっぽい音したな。よし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 。開いてるんだよね、きっと。あ、オッケー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 。やっと来れたわ。なんだこれ。わかんないな。あ、上行けそう。なるほど。上行くのか。このまた、通気口を通っていけたわけですね。はい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 。これ待って。また、やつの。臭い息だ。気をつけなくてはいけない。え？こっちか。暗すぎるだろう。明らかに。いや、マジでチャプター3超長い。めちゃくちゃ長い。ロード入りましたね。これどこ？あ、下か。なるほど。暗いな。んー？こっちでまたバッテリーが必要。はい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 。あったあった。あ、ファッシーじゃなかったか。うわあ！え？急に？後戻りはできないわよ。今のは、今のはさ、あれが普通？ああいう、何をしてるか分かってるの？ちょっと待って、分かってない分かってない。え、何言ってんの何言ってんの？で、これ最初のさ、来た時じゃん。ねえ、チャプター1の始まりの部分。これなんか多分さ、これ、なんだっけ、ナップキャットのせいで、頭おかしくなってんじゃない？これ幻覚じゃない？これポピーちゃんのさ、人形、ポピーちゃんが閉じ込められてた部屋じゃない？
ここなんか見覚えがあるんだけど、これなんか見せられてるな。私たちが誰か知ってる？これ学校だね。今まで来た場所が、今まで行ってきた場所がめちゃめちゃ登場してきますけど、やばい、なんか頭おかしくなってきそうだな。終わらせる必要があるでしょう。あ、これもね、なんかちっちゃいやつに追われてね、ひたすらなんか迷路みたいなくぐってね、なんか洗脳させられてない？大丈夫？ポピーちゃん、仲間だよね、ポピーちゃん。何が現実か知ってる？いや、もう分かんなくなってきたよ。何がなんだか。なんか、インフルエンザの時に見る夢みたいな感じだね、感覚が。気持ち悪いわ。なんだこの感じ。ハギワギ。久しぶり。悪いやつじゃなかったんだな、ハギワギ。なんで？死ねない？めっちゃ泣き声するんだけど。従業員の泣き声とか？あー、出たー！あのマミーロングレックスをさらってった手、あれがさ、なんだっけ、プロなんとかみたいなやつ？声おもろ、ちょっと声おもろ、ランって書いてあるけど、プレイケアをされ、さもなくば殺しに行くぞみたいなこと言ってたねえ。そんな感じのこと言ってたよね。私だって帰りたいよ、私だって帰りたいよ。よいしょ、さっきこれ、そうか、さっきこれ取ったところでなんか襲われたんだよね確か。お、暗ー、あ、オーリー元気かな。何かがおかしい。うん、もうずっとおかしいよ。コードを回収して像の下に差し込んでほしい。うん、電源を 100% にするんだ。これか、頑張って。了解。もう十分頑張ってるけどね、めちゃめちゃ頑張ってるよ私。オーリー心細いよ。もう私ずっと化け物に追われてるんだけど。何人に追われたと思う？もう大変だよ、そりゃそりゃ。でもそろそろ、そろそろ、エンディング。てか待って、ポピープレイタイムチャプター3でさ、完結なのかな？もしかして。はい。これで？鍵。今度は何の鍵ですか？スカイドームキーゲットしましたね。これ劇場かな？わかんないけど。もうついにオーリーからの指示も出なくなっちゃったよ。ねえ。あれか！あったわ！わかりづら！これ別に、部屋の鍵ではなかったね。これをまた繋げばいいってこと？どっかの施設にまた入って、なんか化け物と戦うとかそういうのはもうないのかな、じゃあ。そろそろじゃあナップキャットと最終決戦な感じがしてきましたね。よし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 。だってもう電力さ、あ、これ開いてないか。こっちじゃない？ん？どっちだ？こっちか。電力だってもう 96% だったもんね、今。あと 4% だからこれでラストっぽいな。はい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 。よーし。さあ。これで、ちょ、危ね、あぶな。よし！オッケー、これで十分なはず。本当？でかいバッテリーをガス製造ゾーンに運んで、ここから一緒に脱出しようよ。でっか！ケーブルカーのすぐそばに見えるあの扉だよ。頑張って。ケーブルカーのすぐそばに見えるあの扉、ちゃんと見える？暗すぎて見えない気がするんだけど。てか絶対そんな簡単に脱出できないと思うんだよね。一緒に脱出しようよって、オーリーどこにいるん？これさ、オーリー悪役エンドないよね。オーリーがさ、ナップキャットエンドないよね。ん？
これか？ここか？わかりづら！これマジ迷子になるって。迷子になるって。おー、やっと来れたわ。もうずっとうろちょろしてたからね。最後の最後。待てよ。ナップキャット来そうじゃね？ナップキャット来そうじゃね？そろそろ。ねえ。あ！でも待って、これ電力。あ！そっか！そうだ、なんかさ、赤い液体をさ、左側に移すみたいなの最初言ってたもんさ、と、何？え？待って。待って。ちょ、待って。やばい、やばい、やばい。え、ちょ、すいません。やばい！顎割れてますけど！顎割れてますけ、待って待って、やばい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 、はまんない、はまんないって、はまんないって、 What？ 収穫の時期だって、野菜みたいな扱いするな。体はまだ新鮮であるって、いつでもピチピチですけど。 OK、 とりあえず一回これ多分バッテリー落としちゃうから、このバッテリーをすぐ拾って多分はめるんだよね、きっとね。これ拾う。はい、はめる。なんで取るの？ねえ！意地悪！嫌い！ナップキャット嫌い！さっきさ、これ落としたやつ拾おうとしたんだけど拾えなかったんだよね。拾わなくていいのかな？一旦とにかく逃げた方がいい？来るでしょ？もう逃げるか。あれ、なんか電力通じてね？あれ、電力通じてね。待って。ボタン。はい。はい。待って、ボタン。早く。やばい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 。できる、顔怖ぇ！見た目だいぶ変わってんな。もう確かにね、4時間ぐらいさ、いやもうなんなら5時間ぐらい撮影したけどさ、その間にこんな老けるか？え？どこ行った？いや、なんかマジでこのエレベーターの感じがさ、ガーデンオブバンバンビがめちゃめちゃあるんだよね。あれ？いや、まだ終わってなさそう。この感じまだ終わってなさそうだな。キャットナップが来る準備をしろ。はい。とりあえずこれは？取って、はめる？よいしょ。キャットナップが来る準備をしろ。はい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 。なんだ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 ？煙ブワーなってるけど。ん？こっから。なんだこれ。なんもできない。とりあえず上とかも行ってみるか。ほい。あ、そっちに行けるのか。なるほどね。こういうことね。で、これつけなきゃいけないのね。ってなると、緑に変えて、こっから、取って、こういうこと？で、これも、こういうこと？これでいいの？あれ？待って、これもバッテリー入れればいいのか。よし。あれ？何？何？何の音？大丈夫そう？なんかすごい足音かと思ったけど、そういうわけではない。おいしょ。なんかすごい来てる音するけど、なにブーブーって、ブーブー、なにブーブー、なにこれ。あー、バッテリーがもう一本必要ってこと？あそこにあるね。どうやって取り行くんだろう。いけないな。いるね。いるね。気づかれたね。なんか意外と驚かなくなったな。意外と驚かなくなったな、私。いや、なんか私いけそうな気がしてきたわ。なんか落ち着けばいける気がする。うん。落ち着いてやれば、これ多分いけるわ。おいしょ。で、多分ここがなんか途中でね、入れられるようになるから、まあ、それまでは、普通にプレイしていけばいいかな。ってやつがどっから来るかを見るんだね。はいはいはい。ちょ、ここ開けとくか。こっから来そうだし。あ、来ないな。
でもここはずっと煙出てるから多分来ない。あ、やばい、来そう。こっちじゃないな、こっちか、来てるね。だからこれ緑に変えて、あれ取って、間違えた、あ、煙出たね。こっちだけでいいのか、こっちだけでいいっぽいわ。なるほど。あ、でこれ使えるようになった。 OK。でこれ開けて取って、バーン。なんだなんだ、なんか上からいたな。なるほど、はい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 、やばいやばい、来てる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 。でこっちが片方だけでいいっぽいね。やばいやばいやばい、あっ、ぶな、待って、上から来てる、やばいやばいやばい、押さえて押さえて。なんだ、どういうこと、一匹じゃないの、一匹だけじゃないの、どういうこと、やばいやばいやばい、また来る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 、塞いで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 、はい、なんかめっちゃ上来んの、どういうことだこれ、どこ、上上、また上、なんで、なんかめっちゃ上来るんだけど、押さえて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 、どういうことだこれ、難しい難しい、あ、そういうことか、これ多分ね、バッテリーを、待って、移動しなきゃ、で上が開いたから閉じなきゃ、これ最終的にバッテリーを4つここに移動しなきゃいけないってこと、そういうこと、わかんない、なんかドキドキしてきた、ドキドキしてきたよ、こっから来る可能性もあんのねえ、わかんない、なんか多くない、怖いんだけど、え、怖い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 、来てる来てるね、はい、よし、これでいい、うー、怖い怖い怖い、やり方これで合ってんのかな、わかんないわかんない、むずい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 、来てる来てる、怖いんだが、なんだこれ、バッテリー、これでいい、これ取って、はい、これで、やばいやばいやばい、来てる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 、あれ、手がない手がない、紫に変えようと思ったのに手がなかった、なんで、いやむずいって、やばいよこれ、あ、なんだ、なんかビリビリし始めた、なんだこれ、はい、うわー、なんで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 なんか、おー、ちょ、なんかすっごい、あ、なんか、あ、やばいやばいやばい、おー、わー、大火事大炎上ビリビリ、出たー、あの手出たー、あの手、怖がってる怖がってる、マミーロングレックスをさらってった手、これが真の悪党ってこと、もう神のように、ああとか言っておい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 、いや残酷だな、ね、てかやっぱそうだよね、右手なくなってるよな、私いつまで右手なくなってるよね、何これ、結局なんだっけ、もうなんか必死すぎて名前忘れちゃった、あの猫の名前、あの猫ちゃんもやられちゃったのか、え、これチャプター3で終わるわけではないのかな、なんか光ってんな、こういう時はバッキュン、久しぶりバッキュン、ビデオテープ入れる場所があるね、ビデオテープがどっかに落ちてんのか、あ、近くに落ちてるやん、ないや、バリバリ近くに落ちてるやん、はい、どういう内容、ログコード24459、あ、プロトタイプだ、多分さっきの爪みたいな手がプロトタイプの手なんだろうね、あ、書いてあるわ、これこれ、性格は頑固でこれまでのセッションでは大抵無口だったが、毎回新鮮なデータを発見している、今日の発見は、何何何何、うん、ログ終了、え、うん、いや何も分かんなかったよ、話す気になったか、私失
問がある。え、続けて。お前は何か感じる？なんで声が混ざってんの、いろんな声が。それは何に関する質問なのかな。突いて、殴って、切り裂く。感じないか。お前の中の秘密だ、1006。計り知れない価値が、私が切って、ついて、焼くたびにそれはどんどん近づいているんだ。だから話せ。話すな。抗え。訳しろ。どちらにしろ、毎日お前のことを新しく学んでいる。誰に対して話してんの、これ。興奮するよ。ありがとう。私に礼を？もちろんだ。私もお前について学べる。毎日だ。これ誰と誰の会話？え、どこ行くんだこれ。あ、エレベーターボタンあんじゃん。あ、降りて、そういえばそうだよね。なんだっけ。電話してくれてた頃の名前忘れちゃったけど、会ってないもんね。どんな子なんだろう、見た目。だからポピーちゃんとキシーミシーはさ、あれっきり会ってないし、無事だったのかな。今回別に最終回ではなさそうだね。これなんだなんだ。あー、ここに戻ってきたのか。はいはい。で、今度こそ、これね、セットできるね。あれ。よいしょ。押す。これでいける？あ、いけるんだ。移動する？これで。この赤い、機体をこっちに移動すればいいんだよね。これ左に。こっち向き。イエイイエイ。これがなんか目的だったっぽいから。でもこれして何がなるんだろう。あ、移動してる？これ。わあ！電気復旧した！久しぶりに明るい！はい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 。これで、あ、こんなところあったな。ポピー？どこ？あなたを信じてたわ。どこにいんの？キャットナップは死んだ。赤い煙も消えた。うん。何もかもが落ち着きつつ。なんか上がってる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 。でもここから先はその本当のことを話さないと。近い近い近い。本当のこと？あなたは同僚たちのために戻った。何が起こったのか知りたい？うん。そうだよね。そっか、行方不明になった同僚を探すために。それは、喜びの時間。え？どこ？え？これか。そうだよね。行方不明になった同僚を探すために、この、さあ、おもちゃ工場に来たのがきっかけだ。ハギヨギが暴れてる暴れてる！襲ってる襲ってる。で、みんなが、これマミー、チャプター2の時にマミーロングレックスにやられてんね。同僚！で？これどこだ？逃げてるね。あ、これもうチャプター3だ。今回だ。ここ通ったもんね。あー、あの先生！で、キシーミシーが、これキシーミシーだよね。拘束されてたのかな？でも、拘束が解けて、あ、ボクシーブー、ボクシーブーだっけ？ボクシーブーもいる。で、これあれか、孤児院か。あれ、キシーミシーか。うわ、めっちゃやられてんじゃん。やばいやばい。やば！残虐！あ、ここもあったね。チャプター1だったっけ、あの通路。ポピーちゃん。どういう表情、それ。ねえ。その一瞬一瞬を覚えてる。それはずっと続いたの。
苦しいほど長く、みんな隠れたり逃げたり、生き延びるためにね。悲鳴がまだ聞こえる。何が起きてるの？なぜこんなことに？あれは一体何？あれはただの無差別な虐殺だった。みんな殺された。有罪も無罪も関係なく、あんな死んだのに何も解決しない。それであいつらは死体を絶対に見つからない地下に一人ずつ引きずっていったの。残酷。死体を食べたの。やば。生き延びるために。キシミシ、生かしておけない。絶対に許さないわ。かわいい。私もハグして。ねえ、私もハグして。ねえねえ、ハグして。私頑張った。ねえ、ハグして。下に着いたらすぐにエレベーターを戻す。ちょっと待っててね。うん、どうぞ。ありがとう。かわいい。どうぞ。かわいい。めっちゃありがとうございます。こっちか。ありがとう。お肌ツヤツヤでかわいいね。え、キシミシーは？キシミシーは？よし、バイバイ。下に着いたら用心が必要よ。もしかしたら。え？もう聞こえるね。一体何？今がハギーワギーの声じゃない？ダメダメダメ。何？何も見えないよ、パピーちゃん。今行くわ。どこに？てか、あれは？どこ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 。いや、見えない見えない。な、何？てか電話してた子は？終わったー。気になるー。もやもや。はい、ということで、撮影時間見てみますか。撮影時間なんとですね、やばい！ 6 時間半！そんなことある？やばくない？ちょっとこれ前編後編で撮ってる可能性もありけり。てか分ける可能性あるわ、これ。うん。6時間半はえぐいって。いや、でもそれくらいね、内容てんこ盛りでした。はい。ということで、いやーなんか、チャプター1、チャプター2まではストーリー分かりやすかったけどさ、チャプター3になって、分かりにくいわけじゃないけど、一気に情報量入ってきたよね。だから、そのプロトタイプっていうさ、多分手が、鋼みたいなやつがボスで、まあ、それが、ポピープレイム社の創設者なのか分かんないけど、とにかくそのプロトタイプが、まあ、今までのハギーワギーもマミーロングレックスも、まあ、今日の猫も操ってたってわけでしょ。そいつが全部悪い。で、なんとポピーちゃんとキシーミシーは仲間というね。ポピーちゃんとキシーミシーはさ、もともとは人間だったりするのかな？なんでこっちの仲間なんだろう？気になるよね。ということで、まあまた次回のチャプターに続けますね。いや、めちゃめちゃ楽しかったですが、めちゃめちゃ難しかったです。はい、ということで今日の動画は以上です。楽しんでいただけましたらチャンネル登録、高評価、そして動画の感想をコメントしてください。 SNS は X、Instagram やってますので概要欄にリンク貼ってあります。もしくは ID 検索でフォローして遊びに来てください。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。おちたま。